8955まで最後だからね。慌ててゆっくりファックス待ってるからね。やってきました、マミの満タンミュージックファイナルです。こんばんは。さあ、そのファイナルもまずはグルメカードがもらえるウルトラマンタンクイズネオからいってみましょう。さあ、1問正解で5000円分のグルメカードをプレゼントします。一発で当てて美味しい思いをして上位ということで、今日もウルトラマンタンクイズネオファイナルは丸か×かクイズです。とっても簡単だと思います。いや、本当は簡単じゃないかもしれないね。今日はちょっと難しいから、丸か×かの問題を1問クリアさえすれば5000円分のグルメカードがあなたのものになるかもしれませんからね。とりあえずあなたのお名前、住所、そして今いるそこの電話番号を書いて私マミまでファックスをください。それでは今日の問題です。私マミはこの月曜満タンミュージックを通算100回以上やっている丸か×かというのが今日の問題です。まあ、約2年間といっても、もう正式に始まったのがですね、7月からですからね。95年の7月からですからね。私は1回も休まずに皆勤賞でやってまいりました。いや、ちょっと時間ないかもしれないけど、パッと計算して大雑把でいいですからね。100回以上やってるかどうか、丸か×かで答えていただきたいと思います。それからこの曲ですけれどもね、最後だから言います。この曲はキャプテンジャックのキャプテンジャックという曲です。いいですか。もうすごい質問が多かったんだけど、東芝 EMI から出てます。キャプテンジャックのキャプテンジャック、またこれね、チェック入れて、また買うなり借りるなりして聞いていただきたいと思います。さあ、あなたもグルメカードが当たるウルトラマンタンクイズネオファイナルに参加してください。慌てずゆっくりとファックしてくださいね。あなたの住所、お名前、そして今いるそこの電話番号を忘れずに書いて、ファックス番号は東京0332888-8955だから。ウルトラマンタンクイズネオファイナル締め切り。なんか飛行機が飛んだみたいな音がしてたよね。ふわふわやって、たくさんのファックス届きました。本当にありがとうございました。みんな最後だからってことでガッツ入れて、いつもよりもねマジで送ってくれたと思います。つながりにくかった方ごめんなさい。その中から今から1名だけ選んで電話かけます。じゃん、埼玉県のカルピオです。カルピオ、あなたに今から電話します。ファイナルにふさわしいというか、なんかすごいヘビーリスナーさんですよ、カルピオくん。カルピオくんは私のライブにも来てくれたんだ、この間。そうだよ、すげえなー。出場希望と書いてあってね。で、聞くぜパブロン点鼻薬って、パブロンの鼻にシュッシュってある鼻の薬の絵が書いてあるもん。確か花粉症が激しかったってね、いつもファックスとかハガキに書いてあったの。カルピオ大丈夫かな。他の人ね、なんだ最後だけどかからなかったって、がっかりしないで一緒になって考えてくださいよ。もしもし、こんばんは。こんばんは、カルピオですか。めっちゃ嬉しいですよ。めっちゃ嬉しいね、なんかね、ありがとうね、本当に。じゃあ最後だから、みんなの、はい、みんなの責任を一心に背負って、そうです、ね、プレッシャーバンバンにかぶって頑張って答えてくださいね。じゃあまず問題いきます、はい、問題です。私マミはこの月曜満タンミュージックを通算100回以上やっている丸かバスか。ヒント、ヒント、ヒント、始まったの何月ですか。始まったのは95年の7月。7月、丸2年は経っていない。じゃあ××。おー、よかったよかった、おめでとう。正解です。5000円分のグルメカードを差し上げます。めっちゃ嬉しいですよ。ねえ、もうありがとうね。ちなみに今日の放送で92回目ということで、はい、100回やりたかったね。あと8回だったね。でもまあね、今日含めて9回分、もうそれぐらいのパワーで今日1日でやりたいと思うから、よろしくね。はい、頑張ってください。ありがとう。カルピオはでもそんなに古いリスナーさんじゃないんだよね。聞いたのは去年6月からですかね。去年の6月。はい、もうそれでもだいぶになるんだけど、どう、もう満タン聞いてから人生変わった。めちゃくちゃ変わりましたよ。嘘、いい風に変わった。結構いい風に。あ、よかった。例えば彼女とかできたりした。いや、それはないんですけど、ね、やっぱりね、みんなね、恋人できなくなるんだよ。どういう風に変わった？うん、明るくなれたって。明るくなれた？夜中が楽しくなった？もうね、もう寝不足ですよ。そういう寝不足に陥ったりするんだけど、今すごい花粉症なんだ。ものすごいですよ。目とか鼻とか喉とか。いや、全部ですね。全部フルコースやったーって感じ。あ、だけど点鼻薬は本当に効きますよ。本当に？結構いいんだよね。でシュッてやみつきになるんだよね。そうです。ねえ、それで何、いつも花粉症になるタイプなの？小学校の時からずっとですね。すごいキャリアだね。長いね。ベテランですよ。ベテランだよね。でカルピオは何をしてる人だった、本当は。え、何がですか。普段は。で、高校生。まだ高校生。でしたんですよ。え、でした。
でした。あ、そうか、卒業。卒業しまして。結構老けて。そんなこと言っちゃない。で、これからは？これからは遠回り。遠回り？大学へ遠回りします。ああ、でもまあじっくりゆっくりね。はい。自分の人生だからさ、はい、楽しみながら、これがゴールっていうのがないから。そうですよね。ね、だからゴールと決めていってもまたすぐ次が欲しくなるからさ、はい、今この過程、歩いてる過程をさ、じっくり楽しんでさ、はい、ね、行こうね。わかりました。うん、マンタンは私マミは終わるけれどもさ、でもまた絶対どっかで会おうね。はい。ね、ありがとう。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。あ、どうもありがとう。はい。またこの後も聞いてね。はい。じゃあね。はい、バイバイ。はい、なんかすごい嬉しいね。カルピオが今日は5000円分のグルメ券獲得ということでした。どうもありがとう。恋はなんだ、やってきました、月曜マミのマンタンミュージックファイナルです。いやー、とうとうこの日がやってまいりました。もうね、始まった95年7月からさ、来週こそはファイナルだぞって、もう毎週毎週言われててさ、本当にいつ終わるかと思ってたんだけど、まあ2年近くね、まあ2年、丸々2年はやってないんだけど、でもね、10年ぐらいの私は濃さがあったと思う。本当にやらせていただきました。ありがとうございました。そしてずっと聞いてくださった方、そしてまだ先週から聞き始めたばっかりだよっていう人、それから今日、何知らんかった、初めて聞いたけど、これが最後なわけっていう人も多いと思いますけれども、本当にありがとうございます。そして今日はですね、先ほども言いましたように、100回記念みたいなつもりでね、9回分まとめて1日でガーッとすごい勢いでやっていきたいと思います。マミマンはなんといってもね、深夜にも深夜なのに、すごいパワーで昼間以上のハイテンションでやってきたっていう、そういう番組でみんなと一緒に楽しくやろうっていうことがこう売りだったんで、それをやっぱり最後まで絶やすことなく、寂しいとかね、悲しいとか涙は私には似合わないんで、鬼の目にも涙っていう話もあるけどさ、今日はやっぱり泣かないでガーッと思いっきり楽しんでいきたいと思います。今ね、花に囲まれてるんだよ。すごい嬉しいです。これはですね、無敵のキャリアガールさんですよ。それから FM 三重の正雄さんですよ。それから花村武彦さんに送られたすっごいでっかい花に囲まれながら、もう私花すごい似合うんだよね。もうね、美しいもんね。花があるとかよく言われて。寝るなーミスターババ。すごいいい香りの中でさせていただいております。この香りが届くように、もう爽やかな声に乗せてお届けしたいと思います。さあ、いろいろですね、今日もやっていきましょう。歌うジュンくん、それからキポキポマミの東京特許許可曲、全部ファイナルです。当たり前ですけど。それからわがまま言いまして、選曲も何曲かさせていただきました。ですからね、ミスターババの選曲が好きか、そして私マミの選曲が好きか、あなたの趣味がこうで分かると思う、ばっくり分かると思いますからね。それも楽しみながら聞いていただきたいと思います。おはがきいただきました。たくさん、すっごいたくさん来たの。今日やっぱり最後だっていうことで、もう毎週出せよみんな。もうもっと早くからいっぱい出してくれたらこんなファイナルならなかったのに。そんなことない、そんなことない。嘘嘘、本当にいつもありがとうね。こちらはね、群馬県のペンネームシャドームーンくん、どうもありがとう。愛しのまみさん、最初で最後の手紙で残念です。身も心も満タンに捧げ、深夜のため肌は荒れ、下品な放送で婚期を逃し、出す CD は売れず、歌詞を断念し、3月でポイ捨てだ。そんなマミでも一番好きでした。日本一ハイテンションな DJ で、俺のトラックにハイパワーで眠気をすっ飛ばしてくれて、マミのことは忘れないぜ。23号線から見える長島温泉の白いジェットコースターをマミの墓標だと思って、いつも手を合わせるよ、ナムって。私まだ死んでないって。シャドームーンの中では私はもう死んでるわけね。なんかね、殺すな、できるで、できればずっと生きさせておいてください。まあそういうことでね、本当にね、結構ね、根気を流してるんだけどさ、私マミは今の時点でもう一度言いますけれども、31歳、そして彼氏いません、結婚の予定もありません、そして歌手を目指して上京してきたんですけれども、未だに歌ってる曲は多いんですが、CD 化の予定はありません。マンタンシスターズという名前のもとに、水曜日のオキちゃんと一緒にね、ユニット組んでマンタンシスターズというグループで、ラップの曲を出しましたが、ほぼ廃盤。なんかね、探そうと思っても、どこに売ってるかわかりません。そんな感じの私でございますが、まあ昨日ね、私ね、一人でプラネタリウム行こうかな、と思って渋谷うろうろしてさ、入れませんでしたね、一人でプラネタリウムね。日曜日のプラネタリウム、
カップルばっかりなんですよね。カップルの行列に入れなくって、しぶしぶね、映画館に行ったんですけどね、それで火星人の襲来のやつ、マースアタックってやつを見てきましたけど、まあ、それは楽しかったんですが、やっぱり独り身は辛いというのを痛感しました。これ、今日はですね、あなたに参加してほしい、そのファックステーマは、一人は辛いぜということで、一人じゃ入りづらいところをいろいろ挙げてほしいと思います。また、一人でこんなところ入ってしまったよっていうのもあったら教えてくださいね。ファックス番号は、東京03-3288。恋はなんだ歌うのだ。そしてお前はカラオケの絆がとなるのだ。してね、やっぱお寺に行かなきゃと言ったはいいが、歌いたくなってしまってちょっといたずらしながら歌いました。そんなジュン君の歌声でした。まずは選手のジュン君の歌声、問題を聞いてください。一休さんみたいだ、なんかね。今日も今日とて暇っかす、はずるるだからたぶん慣れたのおじくらの三人やぎけくす、ありがとう気分気分でくらしさす、いろりゆらゆらいつも手羽先ビビンバビビンバずらずらおつぼにゃちょろちょろんぽ撤退しちゃうよ。わかりましたでしょうか。ファイナルにふさわしいということで、ヒントはね、私本当は歌手なんですニトラ。
よ。カルピオくん、カルピオくんは私のライブにも来てくれたんだ、この間。そうだよ、すげえな。出場希望と書いてあってね。で、聞くぜ、パブロン天美薬って、パブロンの鼻にシュッシュってやる鼻の薬の絵が書いてある。もん、確か花粉症が激しかったってね、いつもファックスとかハガキに書いてあったの。カルピオ大丈夫かな。他の人ね、なんだ最後だけどかからなかったって、がっかりしないで一緒になって考えてくださいよ。もしもし、こんばんは。こんばんは、カルピオですか。めっちゃ嬉しいですよ。めっちゃ嬉しいね、なんかね、ありがとうね、本当に。じゃあ最後だから、みんなの、はい、みんなの責任を一心に背負って、プレッシャーバンバンにかぶって頑張って答えてくださいね。じゃあまず問題いきます、はい、問題です。私マミはこの月曜満タンミュージックを通算100回以上やっているマルカーバスカー。ヒント、ヒント、ヒント。始まったの何月ですか。始まったのは95年の7月。7月。丸2年は経っていない。じゃあ×。×。おお、よかったよかった、おめでとう。正解です。5000円分のグルメカードを差し上げます。めっちゃ嬉しいですよ。ねえ、もうありがとうね。あの、ちなみに今日の放送で92回目ということで、はい、100回やりたかったね。あと8回だった。キュッパキュッパマリラー、どうもやりたい。キュッパキュッパマリラー。さあやってきました、キュッパキュッパもうまく発音できない私マミに愛の手をください。マミのマンタンミュージックの唯一の両親、キュッパキュッパマミの東京特許許可局の時間がやってまいりました。さあ、あなたが送ってくれたオリジナルの早口言葉は私マミが3回ですけど、うまく読めたら私の勝ち。もしも失敗したらあなたの勝ちということで、番組特製の大きすぎるステッカーに私マミのサインを書いて写真撮って送りたいと思っております。もうね、最後だと思って力作がいっぱい来ました。時間のある限り挑戦していきたいと思います。まずはこちら、熊本市の麦汁、すっごいいっぱいたくさんありがとうね。ストーリー、フジテレビの古株露木アナウンサーがまだ駆け出しの頃、ゆず畑の取材に行った彼は、昼と夜との温度差によってゆずに露がついているのを発見する。それとは関係なしに、結婚第1日目の夜、彼は新妻と夜の営みによって露をつけ合っていた。しかしてその本体は露つきゆず、露つき露木。どうしてみんな最後になって下ネタに走る。いきましょう、せーの。露つきゆず、露つき露木、露つきゆず、露つき露木、露つきゆず、露つき露木。ダメダメだった、下ネタに負けたって感じ。続いてこちら、ペンネームおぎまんじゅう、兵庫県、いつもありがとう。官庁防官官房長官。もうなんかね、みんなあんまり下ネタ出さんかったのに我慢してたっていうことだね。最後になってね、いきましょう、せーの。官庁防官官房長官、官庁防官官房長官、官庁防官官房長官。おっ、おぎまんじゅう、ごめんね、おぎまんじゅう、ステッカーはあげられません。続いてこちら、神奈川県のペンネーム、みえこの経理士、ありがとう。キョの課長、官庁ギャグで客に逆に刺す。なんでみんな官庁なんでしょう。なんかね、キョロというあだ名の課長さんが官庁のギャグで客にね、官庁ギャグで客に官庁したいんだけど、逆に手を持つところ、ぶっといところを刺してしまったという意味らしいです。せーの、キョロ課長官庁ギャグで客に逆に刺す、キョロ課長官庁ギャグで客に逆に刺す、キョロ課長官庁ギャグで客に逆に刺す。惜しかったよね、最後がね、額に刺すって言ったよね。額に刺してどうするって感じ。続いてこちら、 ND ステッカー差し上げましょうかね。サッカーだ、ステッカーね。 NDS の専務は大分県、いつもありがとう。どこかな。耳萩原の右脇腹。せーの、耳萩原の右脇腹、耳萩原の右脇腹、耳萩原の右脇腹。ステッカー、ステッカー。続いてこちらが、ズッキー岡山は茨城県、いつもありがとうね。第三者が奏者を仲裁、第三者がね、二人をね、仲裁してるってことね。せーの、第三者が奏者を仲裁、第三者が奏者を仲裁、第三者が奏者を仲裁。違った、ものすごいはっきり、ものすごいはっきり間違えたの。ステッカー、ステッカー。続いて姫だるまさんは広島県、いつもありがとうございました。
がタバコに火をつけようとしてライターの親分チャッカマンを投げてもらいナイスキャッチしたという状況です。すごい気になるでしょう。チャカカーンチャッカマンキャッチそのまんまのガクいきますせーのチャカカーンチャッカマンキャッチチャカカーンチャッカマンキャッチチャカカーンチャッカマンキャッチおっほら見よう私実力はこんなモンスター実力はって普通の言葉がうまく言えんもんもう一枚だけいこう 2.28 のカナリアはどこかな山口氏どうもありがとう塩コショウ少々醤油少々で終了だってせーの塩コショウ少々醤油少量で終了塩コショウ少々醤油少量で終了あちゃ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 あ最後が閉まるお見舞いしたるわという感じでまだまだ他にありましたでも、マミマンのもうちょっとくんバー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 12歳の青汁ステッカーくれかよちゃんピエトロアマゲドヤツヒロヤツシロシロコンシリコンオプロコントヒトミトコンドリアバベル北風ピープルデボネアミスタープロフェッサーブロークンボーイ2号、三浦明夫イミボーズ名古屋の松坂屋松坂屋牛乳パラダイスジョン MM 星人 MM 星帰るプチキシレモンパジャマナイトハンプティエンプティ他読み切れないたくさんの人本当にありがとうございました。とうとう最終回までうまく喋ることができなかった私キュポキュポマミの東京特許家族でしたがまたどっかの番組で私を見かけた時まだ噛んでるようだったらと深いため息をついた後後ろから塩をかけてお経を唱えてやってください。嘘絶対やめてくださいそんなことはね。以上キポキポマミの東京特許許可局でした。恋はなんだマミマミマミのドマミの満タンミュージック今日のファックステーマは一人は寂しいということでね一人では行きづらいところまた一人でこんなとこ行っちゃったよこんなことしちゃったよというのを募集しております。こちらは神奈川県の藤林博之どうもありがとう。藤林博之くんはねなんとねコミュニティ FM をやっていたんだよね。ディレクターさんであり喋っていてくれてそれでマミマンのこと宣伝してくれたらそしたらリスナーさんがみんな私の番組に参加してくださったということで本当にありがとうございました。さて、一人で行きづらいところ私は実行したことはないけど時たまファミリーレストランで一人で入るお客さんいるよね。いるよねって私しょっちゅうだけどいかんのそれねいかんのファミリーレストランなんかめちゃめちゃ入りやすいって悪いけど一人で入るって勇気いりません。一人で入ってナタデココ注文できる舐めてここじゃないっすよって分かったわそんなもの僕は23年の人生で一度も一人でレストランには入ったことはありません。人生が終わろうとしているマミさんはいかがですかって憎たらしいもん本当に何とんの一番入りやすいがそんなファミリーレストランみたいね。嘘なんで首振ったのミスターババ入ったことないの一人じゃない何が一人じゃないって似合わんなんか一人じゃないってだってさ居酒屋とかさ古いで言うことが古いよね居酒屋とかさ焼肉屋とかはさすがに入れんよさすがによう入らんけどファミリーレストランなんてもうなんかだってカウンターみたいな場所もあるし禁煙席だとか一人でもテーブルに案内してくれるんだよ4人掛けとかまあ一応ネーミングはごめんねまあファミリーだよファミリーのレストランだよって言われちゃって知らんがそんなもんだって孤独な都会人だもんねもう全然やばいもうしょうがないじゃんもうねファミリーレストラン私一人で入るよっていう人ファックス送ってね。そしてこちらが大分市のペンネームどこかなあ、アナン智明だねどうもありあ間違えたこれが本名だった一心不乱男ごめんね最後の最後にあ許してねごめんねマイマミさんってこの時は言ってくれてるけどもう怒ってるよ絶対ごめんね俺は毎晩毎晩一人は辛かったので君の満タンを聞き始めたのさここで別れても君は一人じゃないのさ PS 嫁に来ないか15歳書いた時点ではそう思ってくれてるけど本名言っちゃったから怒ってるだろうな今のごめんねお詫びにステッカー差し上げましょうでさステッカーさ今日結構ねバン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 送ろうと思ってんだけどステッカーに数に限りがあるわけよだからさ番組の前半の部分でステッカーって言われた人には本当にステッカーが行くんだけども後半の部分の人ひょっとしたらね品切れの場合はね紙にね私のサイン書いたもんでそれのコピーしたものが送られる場合があるんでステッカーじゃなくてただの私のサインのコピーだったら許してねごめんね別に悪気があってやってるわけじゃないんだけどちょっと品数ね限りがありますので続いてこちらが川崎市のファックスネームくまピンクのちゃんどうもありがとうお疲れ様でした今までありがとうファックスでファイナル集荷ファイナル集荷させてくださいわからんもう読めん
人で入りにくい、参加って書こうとしたんだ、それ。一人で入りにくいといえば、カラオケボックスでしょう。入りにくい、そうそうなんだよ。スタジオは入れるんだけど、カラオケボックスは無理なんだよ。でも私はやりましたよ。だって、合コンとかで大体カラオケでしょ。だから練習したくって、なんとなく一人で行きました。受付では、後から二人ほど来る予定なんです、と嘘をついて。最後まで1時間一人です。会計の時にいやー来ませんでしたと言ったのは言うまでもありません。いいぞステッカーステッカーそういう見栄っ張り大好き。そういうことであなたのね一人で入ったところ一人じゃちょっと入れないやっていうところを教えてください。ファクス番号東京03-3288-8955で待ってます。恋はなんだ恋はおはがきいっぱいいただいてるんで、できるだけ紹介したいです。ペンネーム、招き猫、愛知県どうもありがとう。いつも歯科技工をしながら一人で聞いています。開業したのが満タンが始まったのと一緒ぐらいでずーっと聞いていました。仕事優先でファックスとかはがきとか書けなかったけど、マミさんが最後ということで、いても立ってもいられずペンを取りました。満タンギャルズ違うって、ガク。満タンシスターズ。まあ、本当の名前もすごいガクって来るけど、どっちも同じだけどね。の中で声のテンションが一番高く元気なマミさんの放送が好きで、月曜日が楽しみでした。仕事柄ラジオは一日中聞いていて、DJ の中でも3本の指が入る。何もういや。DJ の中でも3本の指が入る。何?3 本指が入ってどうすんねん !3 本の指に入る。好きな DJ でした。今週どうしてこうみんなエロエロ。まあ、エロエロまで言ってないんだけど、私の辞典の中では、辞書の中ではエロエロなんだけどさ。で、なんかすごく寂しくなりそうです。今までノリノリの放送どうもありがとう。絶対ビッグになってラジオに戻ってきてください。ありがとうございます。せっかく差し上げましょう。しかし、リスナーは育つと言いますが、DJ のその雰囲気に合ってくるんだってね、リスナーさんはね。ノリノリだとかね、なんか、ね、3本の指が入るとか。絶対私のカラーなのかもしれない。今日はもうそういうの総決算ということでね。さあ、ファックステーマは一人は辛いぜということで、ヘンポコ系ミックス。本当にいつもずっとありがとうございました。僕は毎週火曜日休みなんですよ。で、久しぶりにゲーセン、近所のバカでかいゲーセン行ったんです。もちろんたった一人で。で、世間で噂のプリクラってのに初挑戦しました。カーテンをくぐっていろんなポーズを取り、これだと思ったのに決め、そのままじーっと待ってました。写真が出来上がって、さあ出ようとした瞬間、プリクラ町の女子高生の列が、僕を見る目はまさに三十女を見るのと同じぐらい冷たく、そして残酷でした。どうしてそういう、別に三十女だって女だよ。なんか別に三十歳超えたからって言って女じゃなくなったわけじゃないんだからね。本当にもうマミさん長い間楽しませてくれてありがとうございました。これからも応援したいので、何らかのメディアに出て僕らをあっと言わせてください。結婚とか無理かな。そうね、結婚というのはちょっと期待できないけど、まあ、メディアといえばあのね、生き生き健康サロンだよね。テレビだよね。ほんと全国、まあ、完璧な全国ではないからね。東京っていうか関東はテレビ神奈川、そして大阪はテレビ大阪、沖縄は琉球放送、鹿児島は鹿児島テレビ、長崎は長崎放送、そして福岡は、TXN 九州っていうのかな、テレビ九州っていうのかな。それでね、行いますからね、またよかったら見ていただきたいと思います。それからですね、こちら TFM で聞いてくれてる満タンネーム、鉄道博士、博士かな、どうもありがとう。一人じゃ行きづらいところは、渋谷の街です。しかもクリスマスイブの時はもうなおさらです。もう道すがらカップルだらけ。一人で歩いてるとかなり虚しいし、寂しいです。マミさんもぜひ、イブの日に渋谷の街に行ってみてください。もう何とも言えない気分になります。知ってる。私、渋谷の街、イブで。まあ、この間のイブは一人で行ったけど、その前の年だよね。おきちゃんと二人で歩いたよ。もう、
とーでも、お互いにとーだってよ。ワインで乾杯、チーとかやっちゃった。どういう虚しいもんと、両端カップル、そういう思いしましたが、まだ一人の方がマシだなーなんて思ったイブでした。ということで、あなたの一人は辛いぜ、教えてくださいね。ファクスナ、ナンバーは東京03-3288-8955で待ってます。じゃあ、マミのマンタンミュージック、続いては毎週襲い来る怪しのコーナー、真夜中風水のお時間でございます。リノちゃんこと、リノイエユージクさんがお会いいたします。では、どうぞ！風水のお時間がやってまいりました。風に道と書いて風水。私たち人間は全て自然の気を受けて暮らしています。その気を有効に使って幸せになるための法則、すなわち環境開運学、それが風水。風水アドバイザーの私、リノユユチクがお相手する真夜中風水。今日はインテリア風水、ゴミ箱編です。Fucking in a face!生活する上でね、ゴミが発生するっていうのはこれは仕方のないことですよね。でも本来ね、こう生気を吸収するというお家の中にあまりこうゴミっていうのがあるっていうのは本当は良くないの。だから一番の風水術はやっぱりゴミを貯めずにどんどんゴミの日に出してしまうということが一番なんだけどね。で、特にキッチンとかで発生するゴミっていうのはこう食べるものを作るところに臭気がこう漂うということで、特に気をつけてくださいとこう風水では言われてるんですね。だからゴミ箱を大きいものにしちゃうとゴミってこう溜まるまで待っちゃうじゃないですか。だからまず小さいものにすることで、やっぱり生ゴミとか特にね、すぐに出してしまうということを気をつけてくださいということが一つです。あとはそうですね、ゴミ箱は本当はね、蓋のあるものがいいです。というのはゴミ自体の周期がお家の中に回るのをその蓋で止めてもらえるし、特にキッチンなんかでは分類できるタイプで蓋がちゃんとついてるやつがあるんですけど、そういうものが一番いいんじゃないかなということですね。あと昔なんかはね、蓋付きの陶器のゴミ箱をよく使っていたんですよ。特にお台所とかでは。で、これは陶器が悪い気を吸ってくれるし、あと蓋がついてるから食べるものに悪い気が回らないという考え方だったので、まあね、陶器のものを用意するのは今は無理かもしれないんで、とりあえず、プラスチック製のものでも構わないのでね、明るい色のものを選んで、でその上蓋をつけるということを心がけましょうということだけは言っておきます。で、ゴミはね、絶対溜めないでくださいね。ちゃんと出すということが一番大事な風水。マミのマンタンミュージック、今日のファックステーマは一人は辛いぜということで、じゃんじゃが来ております。こちらは広島県のラジオネーム、マーベラスサンデー。どうもありがとう。マーベラスサンデーがマンデーってわざと書いてある、ありがとうね。僕の一人旅、旅してるんだ、旅。それは、一人ボーリング行ったのね、行ったんだね。ストライク出しても、ストライク出しても、悲しみが増してきて辛かった。あと、一人プリクラ、これは、一人ボーリングよりひどい。笑顔で撮ろうと思っても顔が引きつって不気味だ。マミさん、満タン卒業だそうですが、他の満タンしてる人も卒業してしまうの？そうなんだよ、みんな一斉に卒業なんだよ。みんなね、私だけが卒業すると思って疑ってなかったらしいけど、マミならあり得るとか思ってたらしいけど、一応みんな区切りでね、全員卒業ですからね、仲良くね。本当マーベラスさんでもこれまでありがとう。しかし一人ボーリングすっごい勇気あるよね。私容易か。だって、うわーって
でガラガラガーンってこうストライクとかスペアとか出した時、やっぱり後ろ振り向いてガッツポーズとるあれが嬉しいんじゃん。で、喉乾いた時なんか飲むとか言ってさ、買いに行って飲んだりするスコアの付け方わかんないとか言うのが楽しいじゃん、なんかね。淡々と一人でやってもね。しかし本当になんかプロボーラーって感じがするよね。はい、そしてこちらは東京 FM で聞いてくれてる、あ、源平合戦ともありがとう。こんばんは。でも達者でな。公電は払いません。なんか冷たいな、本当に。さてさて、僕は一人で入ったと言いましょうか。一人になってしまいました、フォークダンスで。ほら、体育祭であるでしょ。念には念を入れた人数調整にもかかわらず、踊っているうちに、あれ？なぜだ？なぜ私一人だけあぶれてしまったのだ？みんなも、注目してるじゃねえか。これ恥ずかしいぞ、体育祭実行委員。覚えちゃねえ、ストーカーしちゃるけんな。でもこれってすごい恥ずかしいんだろうか、やっぱ罰が悪いんだろうか、一人だけ。ねえ。でれれれれれれっつららららららってなんかね。もうフォークダンス何十年やってないでしょうって感じだよね。この先やることはあるんでしょうか。大人になってからフォークダンスってやったっていう話あんまり聞かないよね。聞かない。よっぽど会社のなんかそういう運動会とかないことにはね。そしてこちらが、大阪府の10万人のある兄貴、どうもありがとう。一人じゃ入りづらい場所。それは、新宿駅のトイレです。なんか、ホモの方が多いそうなんで、東京に行くこともあまりないのですが、そういう話をよく聞くので少しビビってしまいます。ちなみに大阪では、阪急、塚口駅にもこういう人が多いです。初めての人が男性なんてもう、いやん、うふんって何とのもんと。それでは6時まで明るく送りください。ありがとうございます。まあ、ちなみにね、学芸大学駅っていうのがあるんだけど、東急東横線。あそこも多いとか、友達が握られたって、なんか。え、握るのを見るんじゃないのってミスターババのツッコミ。いや、私の友達が。え、握られてしまったという。もう、なんか、その子も無防備だからね。なんか全然気をつけてないから、まあしょうがなかったんだけどね。ということで、いろいろな今日は、下ネタに近いものも飛び交っておりますけれども、まだまだこんなもんじゃないって方、ファックスどんどん送ってくださいね。一人は辛いぜ！ファックス番号は東京 03-3288-8955 なんだけど、まだ時間あったね。私、時間読み間違えてます。もう最後までこれだもん。2年ぐらいやっとりゃもういい加減慣れろっつうのね。まあ、この初々しさがいいんだけどね。そんなこと言ってると時間なくなっちゃうわ。あと1枚読みたいです。埼玉県のクソジジイシリーズいつも本当にありがとう。一人で入りにくい場所だって。それは他人が一人だけ乗っているエレベーターだ。俺に何を求めているんだと思ってしまうほどの威圧感が寿命を縮めます。あれ罰悪いよね、なんかね。後ろ取ったもの勝ちだよね。そうそう。背中見せたもの負けだよね。あれはね。ぜひ、後ろ取ってください。ということで、一人は辛いぜ。ファックス番号、東京 03-3288-8955。恋はなんだ？バンビバンビバンのよどり。涙満タンミュージックファイナルのファックステーマは、一人は辛いぜ。ということで、カエルーナちゃんは、埼玉県朝霞市、どうもありがとうね。ナミさん、一人でプラネタリウムに行けないようじゃまだまだダメだよ。私は結構どこでも一人で行けますよ。映画、競馬場、パチンコ、ファーストフード、喫茶店などなど。もう最初は恥ずかしいかなーと思ったけど、誰も私のこと見てないと思えば結構平気です。そんな私でもさすがに一人では行けないところはオカマバーかな。ナミさん、一人で行けないところがあったらお供しますよ。いつも暇だから。どうもありがとう。オカマバーまだ一回も行ったことない。でもなんかよっぽど綺麗にしていかないとね、なんかあなた女やめなさいとか言われそうですごい怖いもんね。いつかまた連れてってね。ありがとうね。ということで、一人は辛いぜ、こんなとこ行けない、行ったぜっていうのを教えてください。ファックス番号、東京 03-3288-8955 で待ってます。恋はなんだ、バンビバンビバンのよどり。30文字で愛を伝えよう、見えるラジオ、30文字愛のメッセージ。似合わん、ささやきが似合わん私。ということで、やってまいりました、見えるラジオ30文字愛のメッセージです。それでは早速紹介しましょう。今日ご紹介する30文字愛のメッセージは、東京都東村山市のっていうと、どうしても島県を思い出したんだけど、ごめんね、いつまでたってもね。東村山市の平岡陽介くんから、高校の先生吉岡俊治先生、ごめんね、まだ笑いが残ってる、ごめんね、真面目に行くわね。吉岡俊治先生へ送る30文字愛のメッセージです。
吉岡先生、定年ですね。お疲れ様、そしてありがとう。吉岡先生、定年ですね。お疲れ様、そしてありがとう。というメッセージですが、こちらはね、体育の授業と部活、これは陸上部を3年間見てもらったんだって、洋介くんが、吉岡先生にね。で、先生は学生時代、なんとあの箱根駅伝に4回もの連続で出場して、区間記録を塗り替えるほどの猛者だったそうなので。で、僕も何かで一番になれるよう頑張りたいと思いますということで、退職されても体に気をつけて走り続けてください。3年間ありがとうございました。お元気でということですね。まあでもあの有森さんもね、シドニーマラソンね、オリンピックの方だよね、確かね、に参加されるということなんて、やっぱりね、ずっとね、そういう陸上とかやってらした方は一生走り続けることだと思うんですよね。ね、楽しみながら走っていただきたいと思いますし、また、あの、退職されてからがまた大事なんでね、今までがむしゃらにガーッとやってきてさ、いろいろ組織の中でもやらなければいけないこと、我慢しなければいけないこととかあったけど、これからは、ね、思います。ということで、以上、30文字愛のメッセージでした。恋はなんだ、ポピーポピーポンポンヨドー。マミの満タンミュージックファイナルということで、いっぱいおはがきいただきました。こちらは八王子市のラジオネーム、ミトくん。どうもありがとう。マミさん、とうとうマミマンも最終回ですよね。思えば蚊に食われて眠れなかった夜にたまたまつけたラジオが初めてのマミマンとの出会いで、まあよくここまで来れたと思います。そうなんだ、蚊に刺されて痒いなーと思って、レンガやガヤとは言わんだろうけど、でつけたラジオがこれだったんだ。最近ではノーマルリスナーになりきっていましたので、マミさんとはご無沙汰していまして、どうもすいません。そうだよ、結局最後までマミさんで結局最後までも逆に強調しとるやん、私これ。結局最後までマミさんで濃くことはなかったけど。何？マミさんのことも、マミワンのことも心に刻んであります。それでは、歌手活動を頑張ってください。ギク。最終回のオンエアで泣いたりしないでください。もう若くはないんだから。そんなことしたら、リスナーは最後に引いてしまうでしょう。で、ああ、もうそんな、最後の砦だったのに、女の武器だったのに、女の武器使わせてもらえないわけね。私が泣いても可愛くない。みんな引いてしまう。すごい情けないね、私本当にね、もう。そういうことで引かしてやりましょう。一人は寂しいということで、一人は辛いぜ、ファックスいっぱい来ております。東京 FM で聞いてくれているビリー、どうもありがとう。一人で入りたくないところはズバリ、運転手しか乗っていないバスですよ。私いつもね、満タン終わって家帰るときこれいつもお抱え運転手さんって感じだもん、本当に。私は一回だけその体験をしましたよ。それは1時間に2、3本で午後はないというバスで、学校に直通で電車ではなくたまに乗るんですが、一人だと運転手さんにジロジロ見られて、なんだよめんどくせえなーという風に睨まれるのです。俺は今こいつに言ってやりたい。俺は200円だろうがちゃんと金を払っているんだよ。怒っとるもん。最後の最後でマミさんに怒りをぶつけてみました。運転手さんのすぐ後ろに座るともっといいかも。まあ睨まれないで済むけど、なんかでも嫌でピターっとマークしてね、勝ったっていう感じするんだ。あら、エレベーターと同じよね。原理は一緒だよね。これからそうしてミヤホしたらね。で、コピーでも OK、 ステッカーギブミプリーズ、コピーでも OK っていう言葉しまったね、君。コピー送るよ。一応、ステッカーって今まで書いてあったんだけど、サインの丸さと書いてこれ、マークしておきましょう。コピーだからごめんね。他の下にステッカーいっちゃうかもしれませんよ。それから今度はこちら。一坪純一くんは岐阜県多治見市、どうもありがとう。いや、本当にご苦労さんでした。一人で辛いといえば、やっぱ、スキー場でしょう。え、一人でスキー場行くことあんの？友達とスキー場に行っても僕だけスノボやるので、いつもオンリーで滑ってます。3人乗りのリフトで隣がカップルだとむちゃむちゃムカつきます。早く彼女が欲しい。いやでもね、これ一緒に友達と行ってそれで滑るときは一人になるってことで、基本的にスキーとかさ、あと遊園地とかあれは孤独なものだと思わない？私ね、ジェットコースターとかみんなで乗ったりするじゃん。たった一人っていう気になるもん。友達が隣に乗っててもね、キャー
って言いながら降りるときものすごい一人だと思う。誰にも助けてもらえないし止められないし、ものすごいもうこれ一人の世界だと思わない、あれ下にガー落ちるときにもう助けてもらえない、なんかここでなんかもう気がもうおかしくなるのもそのままでいられるのも私一人だなっていう、なんかすごい孤独な感じするもんね。だからまあ遊園地とかはねみんなで行っても基本的には孤独だなと思っておりますけどね。ということでまだまだ募集しましょう。一人は辛いぜ。ファックス番号東京03-3288の何がサンバさんに喋る。そのサンバさん言葉を君はハガキに書いて送るだけでええねん。早口言葉も言えないマミがバカさん言葉言うてどないすんねん。ちゅう声が多い中、強行突破の死に滅裂なこのコーナー、バカさんに回って、あ、バカさんに回って、君何言うてますのん。さあ私マミが逆さまから言ってるある言葉をさらに逆回転させると、一体何と言ってるのか当てるというとっても高度なコーナー、マミのマンタンミュージック逆さに回って君何言うてますのファイナルがやってきました。さあそれでは早速先週の問題紹介しましょう。どうぞ。のぬさめ強いなにみけったわみなサーカス。難しいね。これはある言葉を逆さまから言ってんだけど、ヒントはね、ずっと歌をやってきましたけども最後は歌ではありません。どこかのマミマンのいろんなコーナーあるけども、どこかのコーナーのタイトルと言いました。もちろんこんなに長いからねだいぶ絞られてくると思うんですけれども、おはがきいっぱい来ました。こちらはこの問題簡単すぎますよ、秋までに難しいものを考えてきてくださいということで、答えは逆さ言葉で君何言うてまんねん。大筋、まあ、だいぶ掴んでるけども違うな、ちょっとひねっちゃってるな。そしてこちらが逆さに回って君何言うてますのんですが、長いタイトルのマミさんの番組コーナー名ですが、キュポキュポ回ってジュン君何言うてまじないしてないでですって全部混ぜちゃってる。そしてこちらが隊長大変であります。ね、知ってるこれね、古いリスナーさんじゃないと知らないと思うんだけど、前あったんだよこういうコーナーがね、あるリスナーさんがさ、いきなり番組聞いてる間にね話出ちゃってさ、話が止まんなくなっちゃってさ、でファックスでマミ隊長大変であります、話が出てしまいました、どうしましょうってファックスが来て、そっから生まれたコーナーでさ、すんごいやかましい、私が喉を潰すぐらいのコーナー、隊長大変でありますとか言っていろいろね、あなたに起こった大変なことを私が聞くという、そういうコーナーだったんだけど、それでもないね。そしてこちらが逆さに回って君何言うてますの。うわ、これがすごく多い、何言うてますので止まってる人がすごく多かったです。その他もね、こちらがね、逆さに回って君何言うてビバノンひねっておりますけども、まあね、あんまりひねらない方がいいかもしれません。とりあえずじゃあ先週のテープの逆回転、正解テープ聞いてみましょう。どうぞ。逆さに回って意味何言うてますの。私としては結構うまく言えた方だと思うんだけれども、聞いてみて分かりましたか。答えはそのままこのコーナーのタイトルだったんです。逆さに回って君何言うてますのでした。もう本当にね、関西弁喋れんくせにね、無理してね関西弁言ったコーナーだったけど、インチキな関西弁喋れないということで、かなり抗議のおはがきがありましたが、それも快感で受け止めさせていただいて、そのまま最後まで突っ張らせていただきました。正解者それもいっぱいいましたよ。リバランチ、マルチボール、招き猫、タッシー、三つ襟、極秘のアコちゃん、小さいおっさん、師匠募集中、坂野ペー太郎、岡手村、ディスカス、フェリーホルス、カメロンパーラー、今村修一、ユンケル皇帝、タマネオン、イクゴ、キューベリオン、ガンバレージ、ライム、キメダルマ、テンチマル、シャムネコ、岩崎安子、のんびりのびた、サウンドポテト、生姜ときシード、泣くな3円、MC、ホーリー、車、ダンキチ、他たくさんの方でした。できるだけね、全員の方のお名前呼ぼうと思ったんだけどね、やっぱり足りませんでした。こんなこと言ってる間に呼べばいいんだけどね。さあ、ファイナルということで、ステッカーを差し上げる方はね、この正解者のたくさんの中から、シャシャシャと来て選びたいと思います。この人、東京都杉並区でお住まいのラジオネーム、リバランチ、あなたにステッカーを差し上げます。おめでとうございます。2年間お疲れ様でした。お元気で、さようなら。って書いてあります。どうもありがとう。エヴァンゲリオンとか書いてある。まあ、似顔絵が書いてあるけどもね。映画見たかったな。私まだ見てないんだよね。ということでね、当然のことながら、この逆さに回って君何言ってますのも、最終回ということになって、問題はありません。これでね、逆回転できる機会を持ってるあなたは、このコーナーで掴んだコツを生かして、また遊んでみていただきたいと思います。以上、逆さに回って君何言ってますのでした。恋はなった。ポピーポピー。一人
は辛いぜというのが今日のファックステーマですけれども、こちらペンネームミスターペンさんは東京都町田市、どうもありがとうね。一人になると嫌なものは、ドッジボールで最後の一人になってしまったとき、これ、みんなで狙い撃ち、狙い撃ちをもう勝ったの分かったんだからいいじゃんと言っても、四方から狙ってきやがる。取っても投げてももうダメじゃん。なのに、そして他のチームのやつまで見に来ちゃってさ、みんなで見てやんの。お前が早く負ければみんな帰れるのに、というような視線がたまりません。そうそうそう、もうなんか、もてあそばれてるって感じで、あれーの世界ではね、本当に、帯ほどかれていいではないかの世界ではね、すごい、絶対にもうね、負けるの分かってるんだけど、でも、あれから勝ったらすごいよね。一人でね、ものすごいヒーローだよね。It's hero だよね。You are the hero。もうわからん英語で言うなって感じ。はい。そしてこちらが、あ、もう懐かしいわ、懐かしいんだと思う。江戸川区のビーバーズ8番の女の子、本当にありがとうね。こないだ一人で、ファミレス行ったっす。ほら、いやー、これ、ビーバーズ8番の女の子めっちゃ若いんだね、この子ね。それも、ロイホサ。ロイヤルホスト。サは何？さって言ってる。ロイホサとか言ってんだね。チョコパを頼んだぞ、一人で。15歳なのに。お、いいじゃん、いいじゃん。で、一人になった時の寂しい場所は、それは、一人スケート。スケート場寂しそうだね、これね。スピード出しすぎて滑っても、かっこよくブレーキしても、誰も見てくれない寂しさ。実感してみてみ。超寂しいよ。アイスホッケーやってまーす。あ、そうなんだ。ザーッと滑ってキッとかやってももうその笑顔もキラリと光るこの笑顔の白い歯見せる相手がいないってのすごい虚しいよね。もう悲しい。くるくるくるって回ってもね、誰も分かってくれない。分かる分かる。ビーバーズ8番の女の子ステッカー差し上げましょう。ということで、まだあるでしょう。あなたの一人では辛いというのを教えてください。ファックス番号東京03-3288。恋はなんだ、では先週のプレゼント、ダリルホールのダンガリーシャツの当選者の発表をします。群馬県のペンネーム、エアロミミズ。東京都中央区のペンネーム、最後だから。そして神奈川県のペンネーム、プリクラ未経験者。以上3名の方でした。おめでとうございます。最後のね、プレゼント大切にしてくださいね。どうもありがとうございました。さてね、マミマンね、東京リスナーさんはいよいよ最後のね、コーナーになってまいりましたけれども、最後もね、楽しくお届けしたいと思います。こちらがね、あ、どうもありがとう。じゅんくんが聞きました。TFM で聞いてくれてる31歳、私と同い年の、河本夏彦さん、すごいでかい字で、半年前のステッカー、まだ届いていません。じゅんくん、どう？いや、担当の人に聞いたらもう送ってるはずですよ、これ。担当の人ってじゅんくんです。いや、違うんだ。ほんと。じゅんくんなのにね。まみさん、こんばんは。まやさんのピンチヒッターの回を聞いた僕は、違う、これね、まやさんじゃなかったのよ。これ、のりこさんね。まやさんと私はね、同時にスタートしたの。それで、のりこさんが木曜日やってらっしゃった時に、私がね、4月にね、2回ほどね、ピンチヒッターをやらせていただきました。なぜ過去マンの後を継ぐのが、ルンタッタマミなので、もう違う、ルンタッタじゃなくて、ラリタッタマミね。ちょっとずつ違うけど、かすってて、だいぶ知ってるなって感じがするよね。と思いながら聞いておりました。だって最初の放送なんて、まるで素人。え、でも今だってそうなんだよね。こんなに大ブレイクするとは想像すらしてませんでした。嘘！大ブレイクした！いや、した！どこでってミスターママに行ったら、したよね、ジュン君ね。してない。いや、ラジオを聞き始めて早20年。今まで一番楽しくテンションの高い番組でした。ありがとう。そして、さよなら。でも、あげちゃうで使ってる曲を教えてくださいって何よ。だーだー。たた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 たテーマ曲、アメリカのテレビドラマのテーマ曲集という CD の中に入っているサーフサイド6という曲なんだって。ごめんね、今、ミスターパパがね、慌ててね、見て教えてくれました。そのぐらいしかわかんないもんな。
そうだ、探す喜び持とうよということ。そうだよ、そうだよ。本当にね。これからね、いろいろ探さなあかんことあるよ。ほらさ、結構ね、おはがきとかでいただいてるんだけど、今後マミにね、なんかこう、これ聞いてくれよとかメッセージがあったりする場合、どこに、一体どこに手紙を送ればいいんだっていうの、本当にそれが多くてさ、一瞬私の実家とか思ったんだけど、それもちょっとまずいんじゃない？やっぱり一応嫁入り前の娘だ。それまずいんじゃないかなと思ってね、いろいろ考えたんだけど、やっぱりさ、探す喜びを、みんなに、ね、与えようと思って偉そうに。私ね、テレビをぜひ見ていただきたいなと思うんだよね。テレビもう一回言うけれどもさ、生き生き健康サロンというね、タイトルでね、笑うな、笑うな。生き生き健康サロン。そしてね、放送局がね、テレビ神奈川、それからテレビ大阪、そして沖縄は琉球放送、鹿児島は鹿児島テレビ、長崎は長崎放送、福岡は TXN 九州ということで、4月から始まりますから、1週間に1回なんだけどね。これで、プレゼントの宛先とか番組内で私がたどたどしく言うもんだからさ、これを書き取って、ね、ぜひそこに手紙書いてほしいし、それ、うちは入らんがと言ってる人はですね、いいですか？ここから注目ですよ。いいですか？桃の花、知っておりますでしょうか？桃の花という名前の入浴剤、もしくはハンドクリーム、もしくはフットクリーム、足にね、塗る、いろいろそういう製品がオリジナル株式会社という会社から出ております。それの私、イメージキャラクターにならせていただきます。もう新聞とかいろいろ写真がちょっとだけ載るのは9月以降になってしまうと思うんだけど、一応撮影は4月ぐらいに予定されてるんだけど、それに製品を買うと手に取ると必ずね、製造元だとかオリジナル株式会社のこの住所が書いてあります。これに向けてね、はがき書いていただければいいんじゃないかなって思いますからね。ぜひそれで探す喜び、うほうほしながらね、私マミにまたメッセージ、こんなに元気だよとかそういうのを送ってほしいと思います。待ってますからね。さて、こちらがね、横浜市青葉区の、マッキーちゃん、どうもありがとう。学校のトイレは一人で入って、花子さんが出ると、いやー、でもゾロゾロ行くと連れぐそって先生に言われる。でも一人で鏡に立って前髪を直したりすると、いろいろババーって言われる。こんなことマミさんはなかったですか？いや、ないよ。そんなことないよね。うん。いや、これ時代が違う。だって、小学校6年生だもん。なんかすごい、若すぎるんだもん。そしてこちら、夜鍋母さん、自称27歳は板橋区、どうもありがとうございます。そうだ、先週ね、住所がわかんなくてちょうどよかったわ。まみさん、こんばんは。23歳の夏、急に東映漫画祭りが見たくなって映画館で、大人1枚って言ったら、ここ東映漫画祭りですよ、と言われてしまいました。館内は子供だらけでした。まあ、そういうこともありますよね。と言ってね、ファックスとかいろいろ読んでるんだけど、ちょっと時間の方が来てく、あ、なに、じゅんさんから来た、堀江じゅんさんから、すごーい水割りをください、歌うなーとか送られそうなんだけど、本当にお疲れ様でした。でもこれからもっと忙しくなるはずなので、一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。さて、ファッションマッサージ店のところに僕も一度行ってみようと思ったのですが、店の近くをうろうろすること30分、やっぱり入れませんでした。今度ぜひ一緒に行ってください、勇気をくださいって。なんもうそんな、もう本当にね。ということでね、そろそろ東京リスナーさん、本当にお別れの時間が近づいてまいりました。来週からなんですけれどもね、水谷純子さんというね、すっごい可愛らしいモデルさんなんだって。足が長くて背の高い女の子が、ラジオで初のラジオ挑戦ということで、めっちゃ緊張してると思うんで、彼女にまたね、励ましのお便り、そしてファックスを送ってあげたいと思います。郵便番号 102-80、純子の満タンミュージックだと思いますからね、送ってください。待ってますからね。それでは東京リスナーさん、本当にここまでありがとうございました。この曲でお別れになります。さあ、今の堀江純さんが作詞作曲してくださいました。とうとうこの曲 CD リリースする前にマミは卒業ですけども、いつか実現させたいと思います。この曲どこかで聴いたら、あなたのために、あなたのことを思って歌ったということを思い出してください。私マミで、ずっと。もしも君が誤解という罠で世界中を敵に回してもいい。胸を張って、雪があれば何だってできるさ。朝が来ない、夜なんてないよ。いいね、信じて。
人はきっと大人になってく。人を許す切なさあるなら今夜君を許してあげなよ。いいね、信じてみて You're not the only one I'll always be with you。 君は2年間の夜間のお勤めご苦労様でした。2年間というと本当にあっという間という感じだったと思いますけど、いろいろな思い出あるでしょう。私はマミマンにはいろいろと思い出がいっぱいわからん H2O の曲ねあるけど、それは心の扉で閉じておいて、また新しい出会いに期待したいな。マミさんの言うように何事もプラス思考でいこうじゃないですか。ということで今日のテーマは10年一昔という言葉ありますよね。ドリカムの歌にも未来予想図というのがありますが、10年後のあなたの未来ってどうかな。テーマにしたいけどごめんね、今は別のテーマやってるからね。私は多分作家デビューしてるかな、推理小説なんかでマミさんの謎めいた過去なんてどうかな。そして10年後のマミさんは多分日本レコード大賞を取ってお祝いに沖さんが駆けつけてマミさんが松田聖子も真っ青の嘘泣きもしてしまう、こんなシナリオどうかな。なんかね、日本レコード大賞はあり得るけども、駆けつけるのは沖ちゃんじゃないね。なんかすごい冷たい。嘘ねえ、まあでも沖ちゃんはずっと友達でいたいと思うけども、そういう公式の場には呼びたくないな。まあそんなこと、もうとにかくもうめちゃめちゃ言っております。嘘、大丈夫、もう東京聞こえてないからじゃあファックス読みたいと思います。こちらがキムチの元さん、どうもありがとうね。一人で入りづらいところでしたね。一度やったことがあるのが居酒屋ですね。入ったんだ、すごーい。どうしても日本酒が飲みたくて、でも友達が捕まらなくって一人で行ったんですよ。それも客席のたくさんある壺八とか紫みたいなところに行ってしまいました。いらっしゃいませ。お一人ですか？はい。一名様、いらっしゃいませ。あよー、一名様、こちらへどうぞ。すっごい恥ずかしかったです。そんでまた一人で飲んでると周りの騒がしさがどんどんこっちを虚しい気持ちにさせるんですよ。マミさん、一人で居酒屋行ったことあります？女性ならともかく一人っつうのは寂しいっすね。やっぱみんなで行かないと居酒屋は居づらいっすね。そりゃそうだろうね。カクテルバーとかはいいかもしれないけども、居酒屋はやっぱりなんかこうワイワイとね、お話ししながら。でもさ、居酒屋ってなんかお茶漬けとかいろいろあるじゃん、お魚とか。だから食べ物とか困った時とかはさ、夜遅くなっちゃって、でも定食屋さんも閉まっちゃったなとか、そういう時は居酒屋さん行ってみるといいとか思わない？
思わないらしいね。いつも思ってたんだけど、冷ややっこもあるし、焼き魚もあるし、ご飯だって頼みは食べれるし、これはいいわいとか思ったんだけど、いつでもまだ行ったことない。でもカクテルとかもさ、私行ったことないんだよね。たまに行きたいなと思うんだよ、なんか夜つまらない時とかさ。ファーストフードとかはさ、一人で行って食べたりしてる時も、本とか読みながら時間潰せるじゃん、飲み物飲みながら。だけどさすがにさ、カクテルバー行ってさ、本読んでなんか何しに来たんだお前とか言われそうだよね、なんかね。カウンター、あれ目線どこにやればいいわけ一体。くゆりくゆりとなんかこうやりながらさ、飲んでる女の人の絵とかよくあるじゃん、テレビとかで。目線やれば困ると思うよ。で、シャカ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 、シェーカー振ってるさ、マスターとかが話しかけてこやいよ、まだ。絶対私なんかに話しかけてくるわけないじゃん、なんかもう。そんなんね。私、よいかんわ。まあね、行けるようになったら、きっとこの番組も、また、番組とか私も復活してるんでしょうね。女としての魅力がもう倍増されてってことで、ね、カモーンとか言われてね。また、ラジオに戻ってくるときには、私のそういう、カクテルとかカクテルバーとか、行ける、一人で行けるようになってる頃だと思いますから、楽しみに待っててくださいね。そして、大分県のペンネーム、パルちゃん、どうもありがとうね。まみさん、こんばんは。もう終わっちゃうなんて超残念です。だって今日初めて深夜放送を聞いて、そして今日初めてまみさんに出会ったんです、もう。やっぱこういう子いるんだね。そうなんだね。ラッキーだよ。心に残るでしょ。でも、初めて最後の放送で、この番組に出会うなんて運命感じちゃう。安心してください。え、なんで？私のおばさんも、31歳でお医者様とハッピーウェディングしましたから。おー、でもおばさんもっていうのが引っかからない。まあ若いおばさんでありますわね。ドキドキしてるもん。なんで初めてのまみさんにこんな余裕な励まししてるんでしょう。失礼しました。ごめんなさい。でも嬉しいね、それね。でも31歳って言って言うけれどもさ、実は私さ、昭和40年生まれだから、12月が来たら32になっちゃうんだよ。恐ろしい。もうでも全然こうね、年齢と顔のその合ってないアンバランスさがいいね。もうなんかベビーフェイスっていうか、なんか高校生って感じするもんね。嘘でしょ。ごめんなさい。言わしてください。ラジオならではなんですから、いつこれが言えるようになるかまたわかりませんが、今日こそは、今日だけは思いっきり言わせてください。ということです。さあ、あなたの一人じゃいけないところ、そして一人で行っちゃったよというところを教えてください。まあ、大学受験の時、実力を発揮したい。そんな時、秘密のおまじない。このところ怪我がやたらに多い。そんな時、秘密のおまじない。あなたの中の幸運の青い鳥を呼び覚ます、秘密のまじない。UFO でも飛んできたんかいっていう感じですけど、火星人襲来。まだ続いてるファイナルの声が怖いね、これなんかね。やってきました、あなたをお助けする言葉のコーナー、秘密のまじないアワーのファイナルです。さあ、この番組でね、このコーナーで紹介してきたまじないで、果たして救われた方はいらっしゃるでしょうか。こんな結果が出ましたとか、そういうのが一枚も来なかったのが心残りなんですけれどもね。はい、今週はね、どんなまじないがあるでしょうか。こちらが FM 新潟の平沢よしおさん、124枚目のおはがき、本当にありがとうございます。こんばんは、まみちゃん。今日が最後のまじないアワーになってしまいましたが、そこで今日は満タンを卒業するまみちゃんに、そして学校を卒業する人たちに、幸せになるおまじないをお教えしましょう。いいね。その名も、肛門にタッチ。ごめん、ね、誤解しちゃダメね。肛門って言っても、拝むものじゃない。拝む。学校の門ね。肛門ね。これは至って簡単です。まず、卒業式の時、自分の机にキスをします。マミちゃんだったら、マイクの前にある机だよって、これ？あ、もういやー、もうこれ、いやー、もうこれ、すごい汚いんだよ、これ。ちょっと今さ、この机の上にね、ベージュのね、絨毯みたいな、カーペットみたいな変なのがあるんだけどさ、音を吸い込むためにね、これの上、すっごいシミだらけで、そして穴も開いててね、これね、ちょっと、誰のものかもわからん、まつげが2本ばかりあるんですけど。まつげが引っかかってるんですけども、これすごい、この上でゲロ吐いた人もいるんだってね。これ、このシミよく見ると人の顔に見えてくるんですけれども、これようやらん、こんな本当にもう。でね、
キスをするんだって。そして卒業式が終わり、校門を出るときに学校に向かって右手で右の門、左手で左の門を一回ずつ触ってください。そして最後にありがとうと言ってお辞儀をしてね。こうするとこれからの人生が今まで以上により良いものになり、幸運を招いてくれるそうです。でも JFN には門がないと思うので玄関のドアかな。そんなわけでマミちゃんに送る最後のまじないアワーだったけど、マミちゃんのこれからの人生が幸せいっぱいでありますように。夢に向かって頑張れ。ついでにペペ、長野に行っても頑張って。部長さんとか言ってるよ。ペペって誰？ペペってね、ジュン君のことね。ジュン君、いやいやね、なんかね、 LA に行くということでね、長野という名前の LA に行くということなんで、いいね、制作部長。もう知ってる人は知ってる、知らない人は何のことと思うけどね。あのまあ、ジュン君はすごいですよ。制作部長さんになって長野に行きますからね。置いといて、はい、ということで余分なことばっかり言っておりますけど、最後でも何でも言っちゃえっていう感じですけどね。はい、続いてこちらはペンネーム第18使徒ネネパイは青森県。あ、もう絶対もうエヴァンゲリオン見てるね。綾波マミのマンタンミュージックって書いてあるもん。綾波ねみたいなね、髪型してるつもりなんだけどね、全然似てないらしい。魔法の朝露。え、なにこれ。今日まで満タンお疲れ様でした。ありがとうございました。深夜のお仕事の上に今日は涙と鼻水でお顔はぐちゃぐちゃのことでしょう。いや、泣いてないよ。まだ、まだっていうかもう泣かないもんね。そんなマミさんにとっておきの方法をお教えしましょう。それはお肌を美しくする魔法の朝露です。この朝露を入手するため、まず夜明け前に森へ行きます。ってものすごい大変だが、森って森って。そして朝日が昇り出したら、周りの葉の上で朝日に輝く朝露を集めます。この朝露で顔を洗うと美しい肌になるんです。またこの時近くに小川があればその水も同じ効果があります。ただしこの魔法の水を売るチャンスは年に1回だけ、5月1日の朝並みのワンチャンスなのでご注意を。5月1日の朝、森ものすごい人でいっぱいになるかもしれません。朝露集めれ集めれということで、ぜひねやってみたいと思います。5月1日要チェックです。本当にいろいろありがとうございました。困った時はみんなからいただいたまじないに頼ってみたいと思います。以上、秘密のまじないアワーファイナルでした。恋はなんだ、ポピーポピーパモヨドー、マミの満タンミュージックファイナルということで、私マミは一人者にちなみまして、一人は辛いぜというファックステーマでお送りしておりますが、ちょっと関係ないファックス来ましたね、こちらね。マミさん、お願いです、名古屋牛乳のテーマをもう一度歌ってくださいって、すごい大きい字で書いてある。これ多分この筆跡から言ってヘンポコだろうね、名前が書いてないけどね。あの名曲、もう名古屋に住んでる人も最近はちょっと知らないんじゃないかな、かなり古い、最近流れてるのかどうか知らないけどもね、すごい歌があるの。名古屋牛乳という牛乳があってね、私の小学校の時に出てた牛乳なんだけど、かなり濃いの。名古屋のものってなんであんな濃いんだろうね。それの CM ソングがものすごい、広田美恵子さんって知ってる？広田美恵子さんバリのね、私も言うこと古いね、1960年代のね、ポップスわーってすごい人だったんだけどね、 VACATION ってバケーションとか歌ってた人、彼女の歌い方に似せた歌でね、名古屋牛乳の歌が今あります。こんな歌でした。とてもとっても美味しいの、名古屋牛乳飲んでるの、牧場の牛から絞りたて、だからとっても美味しいの、ティリティリ、名古屋牛乳飲んでるの、テレッテレー、切らないでスイッチ切らないでお願い。どこがバケーションだったなってミスターパパ、わかんない、これでわかんない、まあ歌知らないからとか言って、すごい真っ赤だもん、私すごい赤面してるもん今。ごまかしてるもん、人のせいにして。だからこう力んで拳じゃないな、これうーんっていうのが広田美恵子さんなの。広田美恵子さんの特徴がそういう風なのね。オールディーズ詳しい人はそうそうとか腹抱えて笑ってないよね。寒い時間をお届けしました。さあファックスに行きましょう。こちらがですね、ステッカーくれと言ってる満タンネーム液体なりくんは鹿児島県の、ありがとうね。マミさんお疲れ様でした。僕は満タンミュージックはいつから聞いたかはわからんけど楽しかったです。ずっと満タンを聞いていて、テスト勉強ができなかったことなどいい思い出ですって、ごめん許してね、そんなんね。それと今日のファックステーマですが、一人でブラブラとデパートに入り歩いていると意識が遠のいていき徘徊して、気がつくと僕はなんと
女性の下着売り場のど真ん中にいました。僕は周りの視線を気にしながら何事もなかったように家に向かいました。なんで意識が遠のいて気がついたら女性の下着売り場のど真ん中、しかもそんなことない、あるのミスターパパ、あるんだよそういう時って。ふらふらなんか探してふらふらしてるとふと気がつくと、待てって、ここはえとか言って気がついたら手に取っちゃったりしてたりする。取ってない、それはない。逃げ場がなくなっちゃうんだ。あー、どっちに行ったら下着売り場を逃げ抜けられるか分かんなくなっちゃう。そんなことはあるんだね。狙っていかないと私はないけどね、下着売り場ね。下着今日こそ買うぞって思って、久しぶりに買うぞと思って探して探して、どこですかって聞いていく感じがするけどね。ワゴンの山積みになったやつどこかなと思ってまず探すから、ないんだろうね。初めての方のためにみたいなワゴン、ブラA カップ。最近でもさ、カップ数昔とは違うんだよね。でも最近って言ってもだいぶ前から変わるんだよ、あれ。アンダーバストとトップバスト、アンダーサイズと、ごめん、腰に手当てて実演することないよね、私もね。アンダーとトップの差でね、カップ数とかいろいろ、何センチとかね、決まってね、昔はもうちょっと測り方が違ったもんだから、だからかなりみんなね、大きいね、カップ数よりも、バスト80何センチとかいう人の方が多かったと思うんだけど、70何センチの D カップとか、今はそういうのの方が多いみたいね。だから、その、差を重んじてるみたい。うん。で、まあ、これで、さっさと話を飛ばしましてね。続いてこちら、尾崎は、どこかな、どこだった、岡山市、どうもありがとうね。一人で入りにくいところ、それは客が誰もいないコンビニです。特に BGM によってはとっても静けさが際立ち、帰りたくなってしまいます。特に店員が女の人の時。そうかな?コンビニ。落ち着くけどね、私ね。なんかもうすごく孤独な一人の世界とかも、コンビニでも行こうとかも、深夜とかにコンビニ行くと、誰もお客さんがいなくてもホッとするもん。あ、誰かいる、店員さんがいる、明るいとかも、なんかすごくホッとするもん。人のいる街に来たって感じがするもんね。そしてね、尾崎がもう一つ言ってる。僕を夜型人間にさせた月曜満タン。一番心残りなのは、東京特許許可局にて、相簿作ったことです。ごめんね。もうちょっとくんだったんだろうね。きっとね、ずーっとね。まあこれ鍛えてさ、友達の間でもこれからずっと流行らせてよ。番組ではね、採用されなくても、みんなの周りで採用させてもらえるようにね。友達間でこの満タンをずっと生き残らせてくださいよ。一つ頼みますからね。そしてこちらがね、下にあります。どうもありがとう。一人目は辛い。一人で入っちゃいましたよ。8年くらい前、教室に。教室って何だと思うかもしれませんが、普段の教室じゃないんですよ。それも、身体測定後の女子更衣室です。はぁ、転校してきた僕は、測定を終えて、新しいクラスメートと教室に戻るところ、間違えて隣の教室に入ってしまいました。まあでも小学生だったんで、体はマミさんほど熟してませんでしたけど。あ、マミさんは熟しすぎかって。うるさい。うるさい。私のことはどうでもいいよい。太っちゃうとね、サイズもでかくなっちゃうんだよね。そしてこちら、みおくん、どうもありがとう。福岡県ね。何ですか、まみさん。私のラジオが壊れてやっと新しくして、さあ今日からまたたくさん聞こうと思っていたのに、もう終わりですか。ひどいです。ごめんね。でも今日のテーマについて書きます。一生懸命書きます。よろしく。一人じゃ入りにくい場所は、やっぱり、ラブホテルとかでしょ。それは一人で入ったことある人いるのかな、ねえ、どうなんだろうね。大人数、そう大人数で入ったことのある人はいっぱいいるよ。そんな人はいっぱいいるんだけど、一人だとどうなんだろう。入れてくれるかどうかわかんないよね。でもこれはちょっとヘビーすぎるので本当のことを言います言いますって可愛いもん。焼肉屋さんとかは一人じゃ入れないよねって言ってるけどさ、一人で入ってる人ミスターママ見たんだって。朝一で赤坂さんと一緒に番組やってる時に終わってからね、焼肉屋でも行こっかとか言ってガラガラーって開けて、バーン、いやさ、それでさーって番組終わったばっかりだから盛り上がってバーンと入った時にパッと見たらね、壁に向かって一人用の席があるんだって。一人用の焼肉テーブルがあって、壁に向かって座るようになってるところで、背中向けてサラリーマンの方がね、一人寂しそうに細々と焼肉食べて、うっとかなって、それまでの可愛いというか楽しい会話も全て終わってしまってね、一人でちょっと焼肉よこれはないだろうとか、なんか寂しい雰囲気が映ってしまったということですけれども、あなたはどうでしょうか。一人で入ったことがあるという場所を教えてください。パックスバン恋はない
りは辛いぜということで、河本夏彦は川崎市なんだ。どうもありがとう。まみさん、おばんでやんす。行く。電車の中で目覚めたとき、さっきまであんなに賑やかだったはずなのに、誰もいなくて真っ暗で、そこが車庫だと気づいたときのあの現実、一人ぼっちの恐怖、ドアどうやったら開くんだよー車庫まで行っちゃったんだ、眠っちゃって。すごいすごい、ジュン君も行ったことあるんだ。すごい体験だね。2回か3回くらい。すごい、誰も起こしてくれないんだね。しかしね、ドアどうやって開くんだろう。でね、河本夏彦ね、ファミレスなんて甘い、ラブホテルの人に一人で入ったことがあります、回転ベッドに乗った、乗り続けたとか言った、すごいすごい、ステッカーもんだね。ステッカー差し上げましょう。河本夏彦よりもすごいという方、ファックス募集します。一人は辛いぜ。ファックス番号東京 03-3288-8955 で待ってます。マクモーニング、マクドナルドの朝のバリューセットは360円、短い CM では伝えきれないほどボリュームいっぱいです。5時です。グッマーニング涙満タンミュージックファイナル、時刻は5時を回りました。おはようございます。 FM 仙台を聞きの皆さんは、ここからの1時間よろしくお願いします。マミマンの最後の日です。ということでね、東京半蔵門の外の様子を見てみようと、出端信号なのかな、誰かやってくれて、こっち絶対そうだよね、交通整理の方かなと思ったら違うみたいなんだよね。最後だということで、なんかリスナーさんがこっち向いて出端信号やってくれてるようなんだけども、あなたのお家の周りにそういう人いますでしょうか。お天気と合わせてね、教えてほしいと思いますが、今日のファックステーマは一人は辛いぜということでね、東京 03-3288-8955 まで、あなたの一人は辛いということを教えてほしいと思います。東京 03-3288-8955 です。曲を聴きながらさ、また窓の外見てみたの。いないんだよ。さっき手端信号みたいなことやってた人が、何だったんだろう。とうとう出たか。違うよね、違うよね、誰かだよ。うわー、びっくりした。窓に浮き上がってきたらどうしよう。あのままスーッと上がってきたらどうしよう。最初本当にね、あの今日は満月がすごい綺麗じゃない、だからそれ見ようかなと思って外の様子窓から見てみたの。そしたらさ、下でなんかパタパタ白いのが見えるんだよ。おかしいな、あれなんだろうと思って、新しい交通標識かな、蛍光灯で、蛍光灯っていうかなんかついてるのかなと思ったら動いてるから、んこんなところにそういうなんかよくあるじゃん、あの人間の形して動いてるやつ、あんなの置いたんだと思ったら、どうも生人間みたいでさ、あれと思ったら顔がこっち向いてるとか思って、道路じゃない方向いてると思って、なんかさ雰囲気がもう完全に私の方を意識してるような気がする。あれリスナーさんかなと思ったら、もう内田君もミスターババもジュン君もみんな見に来てさ、そんであのこのカスタネツの曲聴きながらもう一回見ようと思って、ふっといない、もう突然と消えてるもんね。捕まっちゃったのかな。こんな時間に怪しいやつとか言って、半蔵門の前ではね、ちょっとね、交番も近いしね、ということでね、リスナーさん、俺だよ、俺だよって早く安心させてファックス送ってね、怖いからね、なんかね、とうとう最後だからっていうことでね、いろいろな霊界からもね、お友達とか呼んじゃったかもしれないからね、そういうことね。私でもね、前本当にライブハウスで、前も話かもしれないけど、あの最後のライブハウスが閉店になるときね、霊界から呼んだもん、かなりね、すごい積み上げてたの、なんかスピーカーとか、スピーカーっていうか、あのアンプとかいっぱいさ、上からガラガラガラとか落ちてきたしね。それから私の歌ってる目の前でね、なんか女の子がさ、スーッとぼーっと立ってるっていうのをお客さんが何人も目撃してるしね。それから私が白いブーツ履いてたの、同じような白いブーツ履いておかっぱの髪型したね、女の子がね、ピタピタピタと歩いてるのを何人も見たしね。だからやっぱりね、呼ぶんだろうね、最後に。私はね、友達多いから。ありがとうございます。さあ、窓際をちょっとビクビクしながらも、ファックス読みたいと思います。こちらが沖縄県のペンネームゆうちゃん、いつもありがとうね。一人で行きにくいところといえば、スポーツジム。筋肉マンになろうと言った、一応1週間ほど家で鍛えてから行ったけど、
中へ入るともうみんなムキムキ、俺だけミスター遅れ状態だったえ、スポーツジムなんて絶対一人だけどな、だしでしょ、普通そうじゃないの。スポーツジムってずーっとずーっと私こう何年間も一人で行って、この間やっと友達できたんだから、やっと同い年の女の子、ほんでさ、その子、まあ、あのヒップホップのダンス教室でお友達になったんだけど、前もちらっと言ったかもしれないけど、あの自動車学校の先生をしてるの。それで私と同い年で、そして一人暮らししてて、彼女も彼がいなくって、そして結婚ももちろんしてなくって、すごいなんか話が分かるなと思ったらね、この間一緒に夕飯食べてからダンスに行ったんだけどさ、彼女の夢はね、女子プロレスラーになることだったんだって。すごいでしょ。でね、女子プロレスラーになることずっと夢見てたんだけど、身長がちょっと足りなくって、あれね160センチ以上かなんかないとダメらしいんだけど、154かそこらでちょっとダメだってこと、残念。それからね、あのあれよ、後ろで踊るあの子たち、スクールメイツに入って高校3年間スクールメイツで踊ってたんだって。でそれから今度何を、まあ、いろいろ考え直すんだろうね。それから自動車学校の先生になったということで、何にしてもね、体を使う仕事に行ったけど、勇ましいよね、体力あるよね。最近車酔いが激しくってさ、私バスに乗っても酔っちゃうんだけど、これどうしようね。小さい頃からずっと車酔い激しくって、それであの何でか分かんないんだけど、サラダにかけるドレッシングが車の匂いのような感じがしてて、いつもね、関係ないんだけどドレッシングかけてこうサラダ食べるとさ、うってなっちゃってさ、車を思い出してたの。でも私ね、なんかだいぶこう男の子とかに車乗せてもらうようになって宮原でもいい、女友達に乗せてもらうようになって、それでだいぶ慣れて、で車も平気になったんだけど、またここね2週間ぐらいダメだわ。車酔いを直す方法があったら教えてほしいと思うな、ぜひね。よく人とか書いて飲むと、あれは緊張を直すおまじないだったっけ、なんかあるとか言うよね。うん、酔わないおまじないないのかな、教えてほしいと思います。それからこちらがペンネームキコちゃんスマイルに似ている、FM 栃木の回し者くん、どうもありがとうね。僕が昔一人で入りづらかったところはお化け屋敷ですよ。あ、お化け屋敷なんか酔わないよ、二人でも三人でも。もう何をされるかわからんので、さすがに怖かった。まあ、マミ姉の場合はお化け屋敷の人がケツやおっぱいを触ったらマミ姉から逃げるので大丈夫でしょう。もう本当に硬いからね、私のね、全然柔らかくないからびっくりすると思うけど、お化け屋敷ってあれなんかもうびっくりする、怖いというよりもびっくりするのが嫌で、それでちょっと苦手だよね。ということで、まだまだ募集しましょう。あなたの一人で入ったら辛いところ、入ってしまったよというところを教えてください。ファックス番号東京 03-3288-89。 恋はなんだ、5時15分を過ぎたところでこのコーナー、捨てないでマイナル。何でもファイナルをつければいいと思っております。マミのワッターミュージック、捨てないでです。リサイクル万歳のこのコーナー、いろいろ教えてもらいました。リンゴの皮は捨てないでとかですね、あと焦げついた鍋は捨てないでとか、それから使用済みのテレカ捨てないでとか、いろいろ本当に役に立つようなおはがき、いっぱいいっぱいありがとうございました。そしていよいよファイナルとなってまいりましたけれども、こちらはですね、新井市にお住まいのペンネームアンジェラは15歳。ペンネーム気に入った、ステッカーあげよう。どうもありがとう。アンジェラは15歳でなんかいい感じだよね。捨てないでのコーナー、コンビニやスーパーの袋ですが、あの山田邦子さんも捨てられずに困っているそうです。あ、そうそうそう、ずっとね、あの先々週くらいから言い始めたんだけど、コンビニとかスーパーでもらうね、あの袋、あれはどうしよう、どんどん溜まっちゃうんだけれどもっていうおはがきがあったら、いろいろみんなが考えてくれてね、山田邦子さんも困っているということで、僕はピロケースに詰め込んでクッションにしました。ピロケースって枕カバーっていうこと、あ、枕ケースね、枕の中、あの袋ね、あの中に詰め込んでクッションにしました。それからUSA のフラッグ2枚を縫い合わせて詰め込み、特大のクッションも作りました。どうでしょうかということだけど、どうなんだろう、ピロケースに詰め込んでクッションにするって、あれふわふわですごく柔らかすぎて寝にくいかもしれないね。よっぽどたくさんのこうね、袋をグッとカチカチに固く縛って詰め込みしたらいいかもしれないけど、熱の逃げ場がないかもしれない。冬場はいいかもしれないけど、夏はちょっと暑いかな。まあ、もちろんやったことないからわかんないんだけどさ。それから USA のフラッグってあれ流行ったよね。
あのアメリカの国旗さ、よくさ窓にピターッと張ってね、外から見えるようにやらなかった、よく外やらなかった。なんでだろう、うちの前、私の友達の間だけかな、よとしたら部屋の中いたら全然分かんないんだよ、裏からだからさ、つまんないんだけど、外歩いてると、うん、あそこの家の窓、あー USA の国旗だなとか、なんかすごくね流行ったんだよあれ。あとユニオンジャックも流行ったんで、何なんだろう、おしゃれとか思ってたのかな。ね、あのフラッグ2枚を縫い合わせて詰め込み、特大のクッションも作りましたということで、まあね、そうだね、クッションもじゃあちょっとやってみてなくて、そういう文句言っててはいけないのでやってみようかなと思っておりますけどもね。あの私自分でクッションよく作るのが好きでさ、でまあ最近は作ってないよ、それは最近もほんと不吉祥になっちゃったから、10代の頃よく作ってたの。パン屋って言ってさ、中に詰め込む綿みたいなやつ、あれで見せながらね作ってたんだけど、それは未だに使ってるの、愛用してるんだけど、この間さなんか洗いたくなって洗ったらね、カッチカチになっちゃってさ、中でダマダマになっちゃうの。あれって洗ったらいけないの？でも洗わない、ほんとね、洗ってカチカチにするの得意らしいわ、ミスターママに笑われた。もうね、あの初めてのクリスマスでは満タン始まって、リスナーさんへのクリスマスプレゼントということで、手編みのマフラー編んだはいいけれども、洗っちゃってさ、洗ったら目が揃うじゃない、その後普通にさ自然に乾かせばよかったんだけども、早く乾かせなきゃとか思ってね、乾燥機に突っ込んじゃったんだよね。そしたらもうね、なんかダマダマのカチカチになっちゃってね、もうな、何がマフラーだっていう感じ、首を痛めるぞおいって感じのものになってしまったんだよね。ボトッとすごい重たくなって、それをイクコに当ててしまいまして、イクコ使ってるか本当もらってくれてどうもありがとう。もうこれからね洗うとき気をつけたいと思います。さあそんな風に話が逸れてしまいましたけれども、いろいろとね捨てないでにいろいろなリサイクルの話を送ってくださって本当にありがとうございました。これからも本当にね、みんな全員で物を大切にして、できるだけね資源の有効利用をしたいと思います。いろいろありがとうございました。ということで各地のお天気ファックスもみんなもうこれでもかこれでもかと送ってくれました、本当にありがとう。じゃあ早速紹介しましょう。まずは青森市のお空ですね。ソマどうもありがとう。曇ってますよ、時折雲間から月が見え隠れしてますが、ヘールボップ水車は見えませんよ。予報は曇りのち雨は雪ということですね。続いて仙台のお天気は虹色のスニーカーどうもありがとうね。西の風のち北西の風がやや強く晴れ、また仙台の桜の開花予定日は4月9日と平年よりもやや早い見込みです。なるほどね、うちの桜の木、うちの近くの桜の木も咲いてるのがあるもん、1本。どういうことなの、満開のが1本だけあるんだよ。こちら熊はいいよねは新潟県北部の天気どうもありがとうね。昨日はなんと雪が降りました、寒の戻りってやつです。おお、予想も晴れのち曇りということですね。そして埼玉南部の天気はカルピオどうもありがとうね。東京上野公園の桜は開花、いよいよ春本番です。晴れ雨はの確率 0%、 最高は22度ということですね。ひこちゃんスマイルは埼玉県南西部の天気ありがとう。今日は一日中晴れということで、ただいまの気温は2度ですね。そして埼玉のお天気はクソチジシリーズどうもありがとう。お天気は晴れ、気温は寒いです。田代正史のギャグくらい寒い。花粉は1020兆9022億3852万3個くらい。ありがとう。空耳の人は千葉県千原市の天気ありがとう。晴れで降水確率 0%、 最高気温19度ということですけども、大学の卒業式なんだって、おめでとうね。よかったね、卒業おめでとう。そしてレジェンドオブモノレールの運転手さんは、千葉県船橋市北部の天気どうもありがとう。天気は晴れ、最高が19度、気温は今2度ということですね。そして富田信春さんは東京都板橋区の天気ありがとうね。晴れるでしょうということですね、暖かいみたいだね。奥村大輔くんも東京のお天気ありがとうね。そしてレックリボーは東京23区のお天気来てるんだ、東京まで、すごい、どうもありがとうね。そしてボーナス一括払いも東京23区のお天気ありがとう、来てるんだ名古屋からね、2人とも。そしてブレンディーデカ様も本当に東京のお天気ずっと送ってくれてありがとうございました。そしてテンポコ5ということで、ヘンポコが静岡県富士市の天気ありがとう。気温18度、涼しい風が吹いています。今日一日は日本晴れが望めそうです。晴れ女のまみさん、次は自分が晴れてくださいね。結婚という2文字に挑戦ありがとう。そして、虹色唐辛子くんは愛知県西部の天気どうもありがとう。晴れ、最高気温18度、最低気温1度、降水確率 0% ということですね。そしてディスカスも名古屋のお天気どうもありがとう。そして名古屋の大霧もどうもありがとうね。曇り時々マミさんのような晴天です。あ、もう嬉しいね、私はこそ晴れって感じが
するよね。何純くん曇ってるのか。そして磯野勝夫さん、どうもずっとありがとね。三重県北部地方に霜注意報が発令中です。天気は晴れピーカンと言っております。そして FM 三重の正男さんも本当にありがとうね。三重県のお天気晴れということですね。そして、親方も三重県のお天気どうもありがとう。そして玄府は岐阜のお天気ありがとう。今日はめちゃくちゃ晴れ、今の気温は 0.5 度、降水確率 0%、 最高気温17度ということですね。そして、マミムメモさんどうもありがとうね。富山の東部のお天気はズバリ晴れです。降水確率 0% ということで、ね、気温は最高気温15度まで上がります。それから、妖怪くっちゃれは広島南部のお天気晴れということで、どうもありがとう。イルカの子供くんも広島のお天気ありがとう。無敵のキャリアガールさんは、宮崎のお天気晴れということどうもありがとう。マミックスは中九州のお天気、熊本のお天気晴れ、昼から曇りということでね、どうもありがとう。大分県のお天気は12歳の少女どうもありがとう。大分県大分市、今日のお天気は晴れですということで、本当にたくさんいただきました。もう今日はねお天気がいいということで、晴れ晴れした気持ちで一日過ごしてください。ありがとうございました。恋はなったポピーポピーポンのよどー、マミの満タンミュージックスはファイナルということで、一人身の私にとってもぴったりの一人はつらいでということが今日のファクステーマになっておりますが、こちらは長野県のチーズディップスどうもありがとう。僕は行きましたよ、たった一人で J リーグの試合に。もう最悪、あんまり思い出したくない。だって点が入るとみんな立って友達と喜んでるんだけど、一人だとただ見ているだけ。はっきり言ってテレビで見ている方がいいですね。金返せ。喜び分かっちゃえないよね。でも一人で行くとさ、誰かそういうところで友達ができるとか思うんだけど、できない時はできないんだよね。みんなあんなに楽しそうなのに俺は何とか思ってさ、曇った顔してるのもこの場にふさわしくないから、どうにかしようと焦るんだけど、焦れば焦るほどどんどん深みにはまるんだよね。ステッカー差し上げましょう。そしてこちらが広島市のケロンパちゃん、どうもありがとうね。まみさんこんばんは。今日でファイナル？嘘でしょ、寂しいわ。毎週楽しみにしてたのに、ラジオでまみさんの声が聞けなくなっちゃうわけね。今週のテーマは一人で行きたくない時ということですが、もうそれは産婦人科ですよ。あー、女性ならではだよね、うん、男性だったら怖いよね、逆に言うとね。高校の時生理痛がもうひどくてひどくて、一人でしょうがなく行きましたよ。周りの人にすごくじろじろ見られてすっごい嫌でした。でもなんかね、本当はこれが一人で産婦人科に行って、それでじろじろ見られて嫌だっていうのが本当はおかしいんだけどね。別に行って変なところじゃないしさ、どんどん女性なんかしょっちゅう通うべきなんだよね。こう今こうですけどどうとか、なんか常に自分の健康をチェックっていう感じでさ、あの普通の病院行くみたいな感じで行くべきなんだよね。じろじろ見る人がいたらキッとなんか用あるのとか言ってやりゃね、これからね。あ、じゃあステッカーあげよう。はい、ステッカー差し上げますからね。そして、あ、本名教えて、本名ね、本名書いてないからね。そしてこちらがカルピオ言われるな今日はね。レディオベリーで今聞いてくれてるんだって、どうもありがとう。突然一人で乗れるなら乗ってみる、観覧車に。よう乗らんよそれ。遊園地に友達と遊びに行ったのに、途中で友達とはぐれてしまった僕は、そうだ、上から探そうと思い観覧車に乗ったさ、一人で。もう最初は意気揚々だったが、周りのカップルや家族連れのやつらの、おいおい見てよ、あいつ一人だよ、どうするっていう感じの視線に萎縮した僕が、4人乗りの観覧車内でついたため息数知れずでした。もう虚しいったらあれしない、友達も見つからなかったし、て見つからなかったの、そうまでして乗ったやつなのに見つからなかった、高すぎたんだね場所がね。それにしてもカップル同士で観覧車ってのは羨ましいですよね。マミさん、もう中で何やってんだか、ムフフーンって。そうだよね。でもね、長島スパーランド行けばさ、観覧車乗れば私の歌声が聞けるって知ってた。だからもしあれだったら怖いもの聞きたさで、一人でもいいからぜひね、長島スパーランド行って観覧車、オーロラって名前の観覧車乗ってみてくださいね。私が歌っとりますからね。怖いよね、なんかね、止まりそうだよね本当にね。なんで歌を歌ってるの、あ、そうそう、長島スパーランドの CM ソングを私が歌ってるので、それはね15秒って最初作れって言われて作ったので、それがねだんだん30秒バージョン、ラジオで20秒バージョンとかいろいろのバージョンできて、でとうとう観覧車の中でも流すから3分バージョンを作ってくれて、普通は3分のやつをこう縮めてくんだけど、最初15秒から始めて、どんどん後からね継ぎはぎで継
ぎ足してったからちょっと違和感あるかもしれないけどね、どんな曲かなと思ってぜひね乗って聞いてみていただきたいななんて思っております。三重県にありますからね。さあまだまだ募集しましょう。あなたが一人でこんなとこ行っちゃったよっていうのを教えてください。ファクス番号東京03-3288-8955で待ってます。それでは3月1日に発売されたピチカート5のニューシングル。マミの満タンミュージック、時刻は5時35分を過ぎました。さあマミマンもファイナルということでね、もうすごくファイナルファイナルファイナルってずっと思ってたのでね、とうとう夢を見たよ。やっぱりすぐ夢見るんだけどさ、うん、ねすごくリアルで長い夢でね、もうマミマン最後の日っていう夢だったのね。なぜかね始まる前の打ち合わせがね、新幹線のホームにあるガラス張りのあの待合室、あそこで打ち合わせして、みんなでねパン食べながらね打ち合わせしてんので、全員いてさいやー最後だねーなんてね、中澤くんがいてさ、ミキサーの中澤くんが言ったらさ、急にね締めっぽくなっちゃってね、泣きそうになっての全員がだよ、私だけじゃなくて全員がでね、始まる前に急にミスターパパがなんかさずっと寝てなくって、ひょっとすると眠いかも眠いかもって言ったの私に、でなんかすごくそれがね可愛い感じがしたもんだからね、あそうじゃあねよ寝てもいいよ、その辛かったらちょっとだけ寝てもいいよとか私が言ったら、そしたら悪いねじゃあ途中から復活するからって言ってね、なんかどっか宿泊施設があるんだろうと思うんだけど、そっちの方に歩き始めたの。そうしたら全員歩いてっちゃってさ、純くんからもうちたくから全員、なんか木川さんから全員行っちゃってさ、たった一人になっちゃったので、こりゃしょうがないな一人で番組始めるかと思って行ったの。そのスタジオがなんとねどっかの小学校の教室でね、しかも小学校のね308のクラスすごいそこまで鮮明308で、でマイクが置いてある場所があの入り口の前の方、後ろと前ってあるじゃん入り口って、教室の前の方のガラガラと扉開けたらすぐの場所、すぐの席、あそこにね黒板を背にしてね、だから普通に座る感じじゃなくて黒板を背にして椅子が置いてあるの、逆向いて後ろ向いて喋るようにマイクが置いてある、喋れということなんだろうけど、まあ一人で結構できるもんだって感じでね、スラ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 喋ってたんだけど、途中でさあげちゃうのコーナーがあって、プレゼントコーナー、マミがあげちゃうっていうのがあって、ミスターパパが用意してくれた原稿があったの。それがね手書きでさ読めなくてね、なんかね字が読めんのだわ。んでまあかろうじてつかつか読んだんだけど、途中から意味が全然わかんなくなって全然先に進めないの。どうしようって、これあげちゃうのコーナー紹介してすぐそのそれ終わりで曲に行かなきゃいけないのに、なのにもう全然読めなくて2分3分どん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 過ぎていくので、しょうがないなどうしようと焦ってたら勝手に曲が始まっちゃって、もうなんかまだ紹介しきれてないのにと思いながら、しょうがないからもうそれであのカフって言ってスイッチ切って、とりあえずその曲の長いという間ねトイレ行きたくなっちゃったから慌ててトイレ行ったんだよ。そしたらね学校にはもう夜中だから誰もいないはずなのに女の子がいるんだよ、女子生徒が。でここにはいないよ、あびっくりした、あちょっと待ってよ、もう明るくなってきたよ、すごいね季節が変わるね、なんかごめん話がそれちゃって窓の外見ちゃったんだけど、でね女の子がいてさ、一人で大変だよねって私に声をかけてくれたので、うーんちょっと寂しいよねやっぱりね、最後なのに一人っていうのはちょっと寂しいよねって言ったらね、その言葉が悪かった。それ言ってからね彼女の方が先にトイレ出てったんだけど、教室であるスタジオに戻ったらね、あのすっごい大きいテレビとすっごい大きいラジオっていうかステレオがあって、スピーカーガンガンでボリューム全開でね、テレビとねそれからラジオしかも別の番組がかけてあってね、寂しいからと言ってなんかかけてくれてたんだね、すごい邪魔になって喋れないので、もやりきれない気持ちずっと言ったら、なんかしらうちの母が出てきちゃってさ、あんた最後の放送なのにテンション低すぎるわとか言って、涙満タンミュージックとかうちの母が代わりになって言っててね、それ負ける前と思ってガーッと喋ってたら、なんかわかんないけどゲストの方をお送りしなきゃいけなくって、ゲスト出てもいないのになんかゲストの人を駅までお送りに行って、でその帰り道に早く早く曲の間に帰らなきゃと思ってたら、虹のできる瞬間を見ちゃってね、もう夢ってこういうもんだよね、なんかね綺麗な塊が空にあるんだよ、あれ何と思ったらニューってドーナツ型にギューってなって、おーこれが虹のできる瞬間かと思って感動してたらさ、とっくに5分6分過ぎててね、戻ったらもう無音、曲とっくに終わっててさーって無音になったので、やばいなと思ってる瞬間にねミスターパパとか全員がいやー寝過ごしちゃったよって言いながら、5時45分、すごい細かい時間覚えてるわ、5時45分もう間もなくという時間に、もう何にも喋れなかったよ最後の
マミマンだったのにって焦りながら起きてね、夢でよかったという夢だったけれども、結局ね夢に近いような放送をやってしまっておりますけれどもね。さあ1枚ぐらいは読めるかな。読めないね。はい、あの次の子読んでいい？じゃあちょっと読ませていただきたいと思います。一人じゃ困るという瞬間ね、かなことゆめこちゃんどうもありがとう。一人で行きにくいところ、それはクリスマスのディズニーランドでしょう。いや女の友達とても寂しいでしょう。女の友達とてもと寂しいでしょう。一度行ってみたいと思っているんですが、一人身の私はとてもとてもいつか彼と行ってみたいものですの。今友達6人と騒いでいますが、みんな寝てしまい、たった2人で寂しく FM 聞いていますということでね。いいよ寂しくないよ、2人だったらね。それに私がいるからね、一人で聞いてる人も。まだまだ6時までお付き合いくださいね。さあギリギリまで募集しましょう。一人は辛いぜというファックステーマです。ファックス番号東京03-3288-8955まで送ってください。人生まだ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 これからですからね。あなたにはね、これからの先どんな運命が待ってるんでしょうね。でもね、鈴木京香さんのドラマでも言ってたけども、運命は自分で変えられると思うし、そして作り出せるものだから、できるだけね楽しい人生どんどんこれから先も作っていっていただきたいと思います。それではウーアの曲いきましょう。ウーアで甘い。まあは5時45分を過ぎました。一枚ちょっとファックス紹介したいんだけどね。ペンネーム村田んぼエビちゃんは小学校6年生なの。どうもありがとうね。宮崎県です。今回が最終回と聞いたとき、私は大泣きしました。私は満タンみんなのことをもう一つの家族のように思ってました。おいかん、あいかんいかんいかん、うん、大泣きしました。そうかそうかそうか。でもね、いいんだよ、大泣きしてくれてありがとう。私はね、もう家で大泣きしてきたからね。もう今日は大丈夫なんだよ。で、これからも、声が広いようになっちゃった。どうしよう。リスナーもマミさんもスタッフも家族だと思うようにします。マミさんはいい人いい人とか言ってくれ、ありがとう。本当はどうかわかんないよ。とか言って、ひひひ。こんなことばっかり言ってますけど、いつも心の支えとなり、慰めてくれて、感動と笑いを。ごめんごめん、本当に。感動と笑いをくれてありがとう。私今日プレゼント送ったんですけど、50円切手が足りんと分かって、家に帰ってきてしまいました。かわいい。いつか必ずマミさんに会いに行きます。必ず会えると信じてます。住所が分かれば、マミさん、思い切ってあなたの住所を教えちゃってください。おいおい、それはやっぱちょっとね、こういうのはタブーとなっておりますから、ごめん、許してね。どういうこと、本当にありがとう、ステッカーをお送りしよう。しかし、今日のね、マミの満タンミュージックファイナルということなんだけど、でもさ、いつもと何ら変わりなく、本当に変わりなくずっとやってきたつもりだけど、どう？全然変わってないよね。これから先もずっと続くんかなっていう感じでやらせていただきました。というのも、だってさ、いくら最後だからといっても、この時間にね、わざわざそのラジオ聞いてくれた人を何もそんな悲しい気持ちにさせちゃ いかんが。いかんがって、まだ、いかんがっていう選手いたよね。陸上選手ね。いやいや、ほんと名古屋弁バッチリでね、やってきたし、すごく楽しい時間を過ごさせていただいたんで、最後までこの勢いで突っ張らせていただきたいと思って、もうやってきました。それでね、ミスターババにお願いしてさ、私いろいろね、選曲ちょっと半分も言ってないけども、近くね、いろいろ家で考えたんだけど、その時やっぱ来たね。さすがにね、本当に鬼の目にも涙って感じでザーザー来たけれどもね、今日嬉しかった。元気いっぱいにさせていただいたのもね、リスナーさんのおはがき、そしてファックス、それから聞いてくれているその姿勢、雰囲気がこう、なんかね、見えないんだけど伝わってきて、それのおかげでね、もう全然なんか泣かなくて、もう楽しいばっかりの番組をさせていただくことができました。それでさ、2年近く、ずっとやってきて、びっくりしたことがいっぱいあるんだけど、まず一つはね、こんなにも名古屋弁がね、全国的に受け入れられるとは思ってなかった。もっとね、嫌悪感というかね、何言ってんの、いや汚い、何とか言われると思ったのに、名古屋弁面白いねとか、理解してくれたりとか、すごく楽しそうに、また映っちゃった人もいるみたいだしね。うちのスタッフもね、若干時々ね、ようやらんとかいろいろ言うみたい。ね、映ってるよね、ちょっとぐらいね。赤味噌のうまさはわからなかったみたいなんだけどさ、まあ本当に名古屋弁が全国的に受け入れられるっていうのはすごい発見でしたし、それから、みんながさ、こんな物知りとは思わなかったね。もう私が物知らなすぎるって話もあるんだけどさ、ちょっととか疑問出てくると、いろいろ問いかけるじゃん。すぐ答え返ってくる。それはこれですとかね。もうま、本当の答えが出なかった場合もあるんだけど、番組的にね、答えを出してくれた、例えば先週のルフラン
ルフランっていうのはリフレインっていう意味だったんだけど、僕にとってのルフランは怒りですとか、なんかそういう番組的にオッケーとかそういうのもあったりしたけど、ね、みんなが本当に物知りだったっていうことが分かったし、それが深夜起きてる人の数の多いこと多いこと、これには驚きました。また深夜起きてるこの時間を共有してるってことで、すっごく心がつながるんだね。これもびっくり。それからコミュニケーションってさ、顔が見えなくてもできるんだなってことが分かりました。はがきもらってなくてもね、すっごく、そうそう、あはバカなこと言ってるなとか言いながらね、聞いてくれてるその姿とか、運転しながらね、黙々とね、聞いてくれてるその姿とかが目に浮かぶもん。なんか雰囲気が伝わってくる。だからね、すっごく感謝してます。2年近くね、やらせていただきましたし、もうしょっちゅう噛んでしまいましたけれども、こんな私の番組でもね、最後まで本当にお付き合いくださいまして、本当に感謝してます。ありがとうございました。ね、これから私、マミの声はしばらく聞けなくなりますけども、必ず復活しますので、ぜひね、その日まで、ずっと忘れないでいてほしいと思いますし、いろいろと明るく楽しくやってください。そして、自分を好きになってください。いいですか？もうそんなもん当たり前も好きで決まっとるわとか言ってる人多いと思うけど、自分を好きになってくださいね。他の人からいろいろ言われることがあるかもしれませんけれども、最後は自分ですから、自分が自分を可愛がらなくてはいけないと思います。だから自分をとにかく好きになっていただきたいと思います。私も私自身好きでいたいと思いますからね。さあ、マミの満タンミュージックね、今日でお別れになりますけど、来週からの新パーソナリティここで紹介したいと思いますが、水谷純子ちゃんということで、とっても可愛い彼女らしいですので、まだ会ったことない、残念ですね。私もぜひ会いたいと思いますから、彼女に向けてね、またおはがきとかファックスを送ってあげたいと思います。頑張れよというエールを送ってあげてくださいね。郵便番号 102-80 純子のマンタンミュージックですからね、ぜひガンガン最初からバーっとくるとびっくりすると思うので、嬉しいと思いますから、たくさん送ってあげてほしいと思います。さあ、このマミマンのスタッフですけれども、みんなね、新しい道を歩き始めるんだね。ね、さっきから言っておりますように、純くんはLA へ。もうくどいわね。まあ、松本の方にね、行かれるということで、おめでとうございます、部長さん。ね、ね、FM 長野聞いてくださいね。これからね、純くんがいっぱい作りますからね。そして、ミスターババは、なんと、北海道行ってペンションを作る。そう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 。そのペンションの名前は、二人の恋の物語。キヌタさんという方と一緒にするって、そうそうそう。ミスターババは木曜日ね。木曜日担当されるということなんで、また木曜日ね、どういう雰囲気になるのかね、ぜひ私も聞いてみたいと思います。それからですね、内宅は何話に行って芸の修行をするということ。嘘嘘嘘、内宅どうするのこの後。うん、一応僕もおります。で、他の当てはまだ決まっていない。決まってるかもしれないけど伏せてくる。で、吉川さんが残るということで、私マミもいなくなり、最後に残るのは吉川さんということでね、吉川さんよろしく頼みますね。さあ、ね、みんなまたいろいろとね、これからいろいろありますけれども、楽しく毎日過ごしていただきたいと思います。それではですね、この曲お送りしたいと思います。お別れといってもまた会うつもりで私はいますからね。そんな時どんな話しようかな、どんな笑顔出ようかなと思う、この私の気持ち、この曲がそのまま言ってくれています。じっくり聞いてください。おー、すごい、今日はファイナルということで大サービスです。私マミのずっとに乗せて、そろそろマミの漫談ミュージック終わりを迎えたいと思います。3時間にわたってお送りしてきました。そして2年近くお送りしてきましたマミの漫談ミュージック、ここまで聞いてくださって本当にありがとうございました。さあ、もう今後のマミにね、ぜひ期待してほしいと思いますし、私は今後のあなたに期待したいと思います。もういろいろね、こんなことがあったよとか、これから手紙書けなくなるとか思う人はですね、ぜひいろいろ私の行く先を探し当ててください。ウォーリーを探せよりも大変だと思いますけどもね、テレビを見て生き生き健康サラ、それかもしくは桃の花というね、ハンドクリームとか浴剤とかフットクリームを買って、それにある住所を探してハガキを送っていただければすごく嬉しいと思います。さあ、いっぱいね、プレゼントとかハガキとかファックスいただきました。時間のある限りお名前だけでも紹介させてくださいね。鈴木ひろき、 AM2 軒、デビル田中、お猿カフェ、特上カルビ、ヤマリケーキ、ナミナミ、それからティレルフォード、トドッキ八郎、猫はどこ行った、コタちゃん3号、ムシがユウキ、ジュンくんの妹、新聞配達する愚か者の一生命体、ベニクジャック、テレカサンキュね、大正桜にロマンの嵐を、林道流れ物タッシー、年中無休、名古屋の松坂屋、松坂屋、今村くん、ハスキーは3月31日誕生日おめでとう、マンザンブラザーズ弟、カメレオンパーラー、福岡県ジルジルは3月25日誕生日おめでとう、
なぎさのゴンザレス合格おめでとう、史上最大のバハバカ、ジャックと納豆の木、奥原康彦、天佑アイミル、浅野裕二、キヨちゃん、愛子から幸福行きの切符、どうもありがとう。まだまだすっごい本当にいっぱいあるんだけど、全部持ち帰って、そして返さないで私の宝物にしたいと思います。もちろん全部読みます。本当にここまで聞いてくださいましてありがとうございました。そろそろこの番組本当にお別れになります。それではですね、決まり文句を今日も言わせていただきたいと思います。今日も明日もそして明後日もそれからずっとずっとあなたが幸せでいられますように、毎日毎日ニコニコでいられますように、私マミは心の底から祈っております。また必ずお会いしましょうね。元気いっぱいで過ごしてください。マミでした。またね、バイバイ。人はきっと大人になってく、いい人を許す切なさあるなら、今夜君を許してあげなよ。いいね、信じてみて。 You're not the only one, I'll always be with you. 君の月曜から木曜の夜10時55分は NTT ドコモプレゼンツマンスリーパーティー。4月の DJ はキックスです。番組ではキックスと電話で話したいという人をポケベルで募集しています。番号は 052-390-1414 390-1414 です。何が話したいか考えて、あなたの電話番号と名前を入れてください。出演してくれた人には素敵なプレゼントを差し上げます。締め切りは4月15日です。